くお願いします。私の指導じゃないんですけども、ぜひって頼まれていた小倉志郎さんって、東芝の私の先輩です。それで、いわゆる日本で原子力の業界に生涯を捧げた男です。ずっと学校出てから、退職するまでの間、ずっと彼は原子力の畑で仕事したんです。で、しかもそれの、決してその原発の問題はね、当時は気がついてなかったんですね、思い過ぎると。だけども、後半になっておかしいと思いつつ、特に退職した後ですね、猛勉強して、で、そのいわゆる内部被曝の問題を非常に気にしてて、というよりも、放射線被害ですね、それを勉強、のぞく勉強して、いかに自分が無知だったかということを思って、プラントを設計していくことを作ったことをものすごく後悔して、それからものすごく活動して、一人でこうやって、駅に向かってこうやって、駅がそのあるというのにこう、札をかけて、そういうやってる男が一人です。で、僕はすごく尊敬してるん で、彼がですね、最近その目から鱗の原発解明を書いてくれて、これが素晴らしいのは何がいいかというと、内部被曝というのはご承知のようにいろいろ議論があります。難しいもので、私も、難しい問題が必要だと思います。ただそのことをですね、彼は一番いいのは、このね、多分3ページ前のところですね、6というところなんですね。原発の中では、内部被曝を防ぐために、超厳格な防護をしている。これは言葉じゃなくて、彼は体験でものを言っているので、ここにはっきりそれ書いているんですね。それがすごいと言いますかね、どのくらい、その外部被曝というのはご承知のように、放射線はありますよね。放射線源があって、そこから放射線が来て、それを浴びると、それで外部被曝になるんですが、その時には遮蔽、例えばガンマ線だったらものすごくコンクリートの分厚い壁で遮蔽すればいい、名前に。だけど、アルファ線だったら薄い壁でもいいんだけども、要は外部被曝ったらとにかく外からのものをこう遮ればそれでおしまいなんですね。ところが、内部被曝というのは、ご承知のように、口から入るとか、もっと皮膚から入るんですよ。皮膚でそのまま腫れたら、そこから皮膚から歩ける。特に傷口があったら入るんです。で、怖いから、ここに書いてあるとすごいんですけど、いちいち読みませんけどね。こう、防護服を着て、完全装備をして、で、ただ、こう、マスクをするだけじゃないんです。ここに隙間があるんですよ。これ残るぞ。全部粘りそうですよ。で、手袋が40ですよ。私も知ってたんだけどね、そのことを改めて言われてね、あ、ちょっと浮かせだったんというか、ちゃんと私はそのことをあまり伝えてなかったので、プラントのことばっかり喋ってるね。で、それはまずいなって言いますか、思ったんで、今日ちょっと申し訳ないですね。小倉さんがぜひって言ったので、これをお持ちして、後でお持ちしたいかな、こういうふうに。私は、ですから、それで何を言いたいかっていうと、福島の状態は、すでにですね、放射性物質が町、あるいはその辺に飛びついてるんですね。今でも森林は完全に汚染された状態なんですよ。で、その放射性物質が存在する中で、マスクどころかね、マスクがおるか、そのままの状態で人間がいるわけですよ。それを彼は心配してるんです。つまり、放射線が出てる状態というのは、放射性物質が出たっていう状態は、原発の中では、作業をするために完全防止でやるような状態で内部被曝を防ぐのが普通であるというのが彼の考えです。で、彼はね、盛んにすっこいてたんです。私がね、結構原発事故の後に私もこれはまずいと思って講演とかさせていただいたんですね。で、郡山に呼ばれて私が行くって言ったらね、小倉さん寄せって言うんですよ。そんなに長時間ね、内部被曝の可能性が高いからね、あえて行くなって、いや、どうしても行かざるを得なかったら行ったらすぐ帰ってこい、そういう言い方をします。でも私もね、それは分かってたんだけど、あれほど厳しく感じるっていうのは何かというと、彼は体験してたところプランです。そういうことですね。分からなくなりましたけど、そういうことなんで、すいません、余計をどうしたい内部被曝を防ぐということの難しさで、その状態というのは線量じゃないんです。内部被曝物質があったらもうそれだけでダメなんですという意味なんですね。で、それが怖いんです。ですから、これは少しもう一度冷静に私たちもですね、勉強し直すというふうに思いましたので、あえて。それともう一つは、これは小倉さんが事故より前ですね、山田太郎って、お読みになった方もいらっしゃると思うんですけど、原発を並べて自衛戦争をですね、
これは彼はかなり本音で書いてまして、で私もこれこのことは非常にその通りだと思ってまして、私書こうと思ったんですね。そしたらもうすでに俺が書いてやるって言ってくれて、見せてもらってびっくりしたんですけど、そんな本音なんです。まあその2件これだけはお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、お話しさせていただいてよろしいですか。今日はどうもたまにお待ちいただきましてありがとうございます。で今日のお話はですね、タイトル幻想の新型原子炉ってつけましたけれども、露形といいまして原子炉の形がいろいろあるっていうのは当然ありましてね、その話を今日するんですが、ちょっとその入り口のところをお話しさせてください。で、皆さんも大体ご承知のようにですね、多分ですね、はっきり言うと、もう原子力は断末魔、産業として日本の原子力はもうどうしようもない状態だ。でそういう状態の中で、でもなんとか生き残ろうと、どうやったら生き残るかっていう中に、今までの軽水炉ではもうダメなので、それでここにあるような高温ガス炉っていうガス炉とか、小型モジュール炉というか、なんか小型っていうとなんとなく流行りなのかな。で、騙されちゃうのね、我々。その何が、その目新しいことがするとね、あ、きっと素晴らしい。例えばこれ私全く書いてないけど、すごいこと書いてあるんですよ。説明見ると、安全性の優れたなんとか、何々を改善してこうだってみんな書いてある。当たり前ですよ。だって車のモデルチェンジするだってみんな見てるから。で今度こういうふうに改善しました。問題なのは中身なんですね。でそこのところがどうなってるかというかちょっと押さえた方がいいので、そのために今私の分かる範囲のところでどうご説明させて、そういうふうにご理解します。お話はですね、今のその新しい形の炉というのはどういうものかっていう形式のお話をするので、それに関わる最低限の核反応の話をちょっとさせていただいて、その上でじゃあ形式はどうなってて、それが事故炉との関係ですね、どうなるかって話とか、その形が高温ガス炉とか小型モジュールとか何か、それと、その次に安全性のことをちょっと説明して、JAEA っていうのは原子力研究開発機構ですね、旧原研です。あそこが出してるところの将来ビジョンっていうのが出てまして、それと SDGs と原発と、そういう話で、原発の安全性についてのちょっとお話、そんな形で考えております。ここの文章に書いてますんで、これは後で、お読みいただけばよろしいかと思うんですけど、大体前提条件といいますねとしましてですね、もともと福島の事故とその後の被災地の復興の取り組みとかですね、それからトリチウム汚染水の問題とか廃炉の工程とか全部問題や山積みなわけですね。でこれは私がじゃくじゃ言うまでもなしに、山積みっていうのはなぜかっていうと、経産省とかね、国とか東電がサボってとかいろんな問題もありますけど、というよりは私はどちらかといったら、それもあるけど本質的に原発ってそういうもんだよという方の認識の大事だと思います。原発を事故を起こすとこういうことになるのはね、どこの政府だろうとどこだろうと程度問題だけどなると、そういう認識が一点です。でその上で原子力規制委員会は事故の調査、これ中間報告というのを、実は出してるんですね、今年の3月に。でもちろんそれまでに分かったこともあるんですけども、新しい汚染の状態とかいろんなことが分かってきました。でそれで事故の進展のプロセスがまだ2回目であることが薄々は今までも分かってたところもあるんですけど、はっきりしたんです。これはこれからの課題として焦点になると思いますけど、特に水素爆発の水素の経路がどうなったかについて非常に問題が大きいです。この1点で、その時に格納容器から弁当と言いますね、ガスを抜きました。格納容器弁当の時に開いてはいけないバルブが開いちゃって、バルブからその逆流してですね、水素が漏れたし、で爆発、4号機なんかそうやって爆発してるわけですからね、そういうことも薄々分かっていたんですけど、だんだん詰めていくに従って問題点というのは現象だけじゃなくて、それのあり方、じゃあ対策はどうなのっていうレベルのところで問題なの。で私はそれを問題にしてるんですけど、
事実がそれ分かってきたならば、その対策はやってあるんですかっていうことです。それについて言うならば、今日はちょっと説明できませんけど、時間がないんで、私はできてなくてと思ってまして、それが問題なんだと。なんで再稼働できるのかというふうに思ったんです。で、水素爆発問題はですね、これ年内にかなり大きな問題になるだろうと推測してます。その意味は、今言った水素が格納容器から漏れた、あるいは弁当したときに逆流した、いろんな経路があって分からないけど、爆発だって起こったことを分かっている。じゃあ、防ぐために何をしたかってやってあるものが、本当にそれでいいんですかっていう議論が一つあって、で、今、原子力規制委員会の中で、規制庁の中でですね、8月の7日だったように思いましたけども、指示が出てます。何が出てるからかというと、水素爆発の、こう、水素爆発について、対策について、どういうふうに考えてやるべきかという規制の方のあり方を年内にまとめるっていう指示出てる。まとめろと。で、その時に前提条件があって、水素のですね、経路については検討するんだけども、弁当だとか、SR 弁って逃がし安全面から漏れたとか、そういう話はちょっと除外しろと。水素の漏洩経路、水素のことだけについて、とりあえず方針を出せ、こういう話なんですね。これを見るとよくわかるんですよね。本当にこう焦ってるんですよ。水素の問題が今のまま、今までのままでいいことになって、そのままやっていくと、3月までに分かってきた事実と考えると、水素爆発についての非常、どこからどう漏れてどうなったのか、対策がどうなるかということが、全部もう一度振り戻しされる部分が出てくるということを恐れているんですね。それで年内に規制委員会としては指示を出さないと、再稼働した再稼働した原発がまずいことと、EWR、沸騰水型は今まさに柏崎も、女川も、東海大にも議論してるわけですから、そこにインパクトがあるというのが明らかですから、それで彼らは焦って、規制をそうやって、やりますよと、やれと、裏で表現しているということです。まあ、これは多分ですね、この問題はいろんなところで扱ってくるだろうというふうに、私は推測しています。まあ、年内から年越してかもわかりませんけど、まあ、非常に重要な課題になるというふうにご理解いただきます。ちょっと長くなりました。それで、まあ再稼働の話が活発になってて、片方ではその環境問題があって、持続可能な開発目標としての SDGs とかですね、そのいわゆる CO2 の削減云々とか、そういう話との関連で原発を表へ出してきて、その新型、今までにない新型原子炉をということで、あたかもその原子力の救世主のごとく、まあ、喧伝したという感じですね。ですけども、実際はその新型というよりも実は古いんです。古いというか、もともとあるものなんです。もともとあるものを名前、昔の名前じゃなくて、ちょっと新しい名前にして、ちょっとこうちょっと色つけてね、で形式をちょっと変えて、そういう感じです。でそれにキャッチフレーズをつけてるという印象です。でもちろんそういう抽象的なものの言い方では分かりませんので、それがどういうものがあるかということを今日お話しする、そういうふうにご理解いただけたと思います。それで実はですね、高温ガス炉というのがありますね。その新型炉という意味なんですけども、高温ガス炉ってですね、実は50年代もう日本に原発を入れる段階ですね。最初に導入するコルダーホールが、コルダーホールっていうんですけど、イギリスから入れる予定だったんですね。それがもともとはそのガス炉だったんですね。でそれを、まあ、東海第一がそうなんですけど、そういうそのガス炉というのは今までじゃあなんで問題にならなかったって考えるとね、そもそも原子力ではその、冷却にガスを使う、水を使うというふうに、まあ、分かれてくるんですね。その時に日本は冷却に水を使う係数で、減速剤といって後で出てきますけど、中性子の速度を落とす減速剤に水を使うと、水を使うと減速をして同時に冷却も水である。これが軽水炉というもので、これで加圧水型も沸騰水型も両方そうなんですが、結局歴史の中でですね、軽水炉が一緒に本当は並んでたんですよ。軽水炉と黒煙型の、例えば黒煙型の
冷却、水冷却炉だとあのチェルノブイリのようなねものとか、それからその他のいろんな原子炉のタイプがあるんですけど、世界中でガス炉もいろいろあったんですけども、結局はアメリカを中心とする、まあ、フランスもそうですけどね、基本的にあの軽水炉が世界をほとんど制覇したと言ってもいいわけです。それはなぜかっていうと、あの経済性とそれから安全性の面でも一番歴史があるわけですよ。何十年もやってきて失敗を重ねながら、なんとかそれでも一番生き残ってきたのは軽水炉なんですね。でその軽水炉っていうのはだから、あの原子力の中で一番こう優れたものとされていて、経済性も優れていて、安全性ももちろんそうだし、実績もあるということでずっと来たわけですよ。でそれをですね、あの今更になって他にガス炉とか他のことを言ってどういうことかっていうと、つまり軽水炉という一番原子力の一番中核部隊というか最も重要だと言われている世界中で、ね、あの使われてきたものがまずいということになってきているわけですよ。それを自ら表明しちゃってるんです。でだから目先を変えてって言って、目先って言ってもすぐにできないから、あのガス炉のようなことを言い始めて、それを改良してできるんだと。でもちろん原子力っていうのはですね、いろんなところで研究してますから、まあ、細かいこと言うとですね、いろんな形のあるんですね。でそのことをまあこうできるだけ集めながら、将来に向けてそのアドバルムを上げようと、まあ、そんなことに、まあ、見えるわけですね。でこの時にその結局あの日本ではですね、まあ、最初にコルダーホールっていうガス炉を入れたんですけど、これ黒鉛だったんで、黒鉛ってあの強度が問題なんですよね。黒鉛でこう作ると揺すられた時に壊れやすいですから、耐震性が問題あるんですよ。で東海の1号機最初に導入した時に問題になったら、多分耐震性が一番問題だったと思います。他にもあったと思いますけど、で耐震性の問題からやはりあの軽水道に移っていった歴史があるんですね。そういうふうに理解していいと思います。で日本では結局は PWR、BWR 加圧水型、沸騰水型合わせて50基を超えるから作ったんですね。他のは作ってないわけですよ。試験的に文字とかね、そういうの作ってますけども、基本的にはそういうことだ。でそれを運転をなんとかやってきたんですけど、スリーマイル島の79年事故があって炉心を起こして、今度福島で3基を起こした、まあ、ここの段階ですね。それでこの状態で、しかも経済性もう再生可能エネルギーとの集中ができない状態になってきていますよね。でそこで、まあ、あのじゃあどうするかって話になっていると。で彼らが言ってきたのは、軽水炉は事故で冷却水がなくなると中性子の減速効果がなくなり、核反応は自動的に止まる。あのこれ何言ってるかというと、軽水炉っていうのはその、軽水炉のいいところはですね、その事故が起こって例えば冷却水が漏れちゃう、そうすると原子炉が空だきになる、燃料がむき出しになるけれども、その状態ではその核の核燃料のですね、濃度がウラン235の濃度が 3、4% 低いので、自然にはそのまま核反応の維持ができないんです。減速剤、つまり水が周りにないと止まっちゃうんです。水が流れちゃうと止まっちゃうんです。だから軽水炉は安全だと言って作ってきてるんです。いや、それ大事なことなんです。でそれ事実なんです。そのことは、水がなくなると核反応が止まる、素晴らしいでしょ。バーッと熱が出てどんどん上がったら、いや核反応自動的に止まるんだよ。私も最初騙されちゃってね、騙されちゃったっていうか、あのよく分かってなくて、あ すごいなこれは、やっぱりなかなかいいかもしれないと思ってたんですよ。で考えてみるとバカな話で、それは核反応だけの話でしょ。その後ご承知のように崩壊熱ってずっと出るわけだから、熱をずっと出続けるんだから、それに対してね、むき出しになっちゃったらそのままボーッといってメルトダウンして、メルトスルーして、チャイナシンドロームになるわけじゃないですか、ね。そうすると何を言ってるかというと、原子力の安全を考えるときには当たり前ですけども、核反応を止めてその後冷却ができて、で放射能を閉じ込めるってことも全部できてなければいけないのは当たり前なんですね。でそれが結局今回はその軽水炉の段階で、その軽水炉についてその議員が出ちゃって、それであのなんとかならないかって言って高温ガス炉頼みになった、そういう理解
をしていいと思います。その時にこう転んでもただでは起きるわけにいかないんで、そこは一つですね。やっぱり高温でやりますからね。高温ってね、いいんですよ。プラントから見で言うと、普通の軽水炉は300度くらいです。温度300から300、2、30度原子炉の温度ね。それに対して高温って言いますからね、まあ少なくとも800度から950度くらいの温度まで上げるんですよ。何がいいかっていうと効率がいいんです。圧倒的に効率っていうのは、そのある燃料の量に対して発電最終的にできるね量が非常に高温になるほどいいわけです。効率で、火力発電がそうなんですね。火力発電はだいたい400、まあ今だと400から450度とかそういうオーダーになってると思うんですけど、ちょっと正確さはごめんなさい、少なくとも原子力よりはずっと上なんです。だから効率が、原子力は 30% くらいですけど、火力発電は複合的にやっていくと 50% から 60% くらいまで上がってるんですよ。で、倍半分くらい違う。そうすると効率がいいわけでしょ。で、そうなってくると、そういう効率の良くなるような仕組みにこう高温ガスロって見えるんです。だから高温ガスロは確かに効率がいい側面があるんだけど、高温になるがゆえの問題がまた出てくる、まあ、そういうことになるんですね。それがこの続きになります。で、炉心溶融、溶融炉心ですね、っていうのはデブリといいますかね、溶けちゃった場合に圧力溶から出たら溶け出すと、それに水を入れると当然溶けたデブリと水が接触して水蒸気爆発を起こす可能性があるんです。ですからここが非常に軽水の一番逆に弱点なわけですね。せっかく水があったのが、水がなくなって核反応が止まったよ、だけど冷却ができなくなった、あ困ったな、じゃあ水を入れよう、水を入れたら水蒸気爆発。だから原子力の問題はですね、常にそうなんですけど、決して私は作り事で言ってるんではなくて、あっちへやるとこっちで、反対側にですね、こっちへ行くとこういう問題が起こる、じゃあやめてこっちへ行くとこういう問題って起こるんですね。その完全な解決策っていうのは難しいんですよ。難しくてできないの、基本的に。よほどうまーくやった時に初めてできるんですけど、すごく素晴らしいこう優秀な作家がいて、その人がこう予測をしてこうなってシナリオを書いて、その通りに事故が進めばいくかもしれない。でもちょっと一歩始めると、あごめんなさい、それを想定外ってよく言いますよね。想定外の塊なんです、原子力はっきり言って。これはね、私決してそんなにね、課題のこと言ってる、極端なこと言ってるつもりはありません。そこそこに出てくるので間違いなくそうなので、むしろそういそのうまくそういうふうにすり抜けていける方が私は奇跡だと思ってまして、あそういう奇跡はないとは言いません。宝くじに当たることもあるわけですから、そうするとないとは言えませんけど、本当にそこまでいくかっていうと、かなりの確率でうまく逃げ切れないで途中でダウンしてしまうっていうのが原子力の事故の構造ですね。まあくどいようですけど、そんなふうに思います。さて、こうした状況下でその唯一実路として取り組んできたですね、その軽水炉が安全の面から無理があると考えて、まあ、こういう話になっているわけですけど、その時にそのいずれの炉系もですね、核反応を起こしてた時に、一つは当然ですけど、核というのはほっとけばそのままの大したことなかったんだけど、核反応をすることによって新しい核物質ができて、それがどん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 こうね、最終的に処理できなくなるんですよ。新たに核を生み出すわけですからね。がただそのままあるわけじゃないんですから、核反応って進むんですから、だからそうやって増やすわけですよ。だからそこからものすごい量で増えていくから、だからエネルギーも取り出せるわけであって、そういうふうに考えると、その核反応、核に伴う、つまり原子力を、核反応を使うということは核のゴミを作ると、その程度が多いか少ないかのレベルはあるけど、というふうに理解した方がいいと思います。そこの抑えが一番大事で、あたかもね、なんか核のゴミがちょっと減るとね、すごく減るってどういうことかなっていうふうに考えた方がよくて、そのなくなるわけじゃないんですよ、ね、その例えば半減期になるものが、そのどのくらいで半分になるかっていう量が、少し今まで何万年といったのが新しい技術開発で、もしかしたら数千年のオーダーになるかもしれないとかね、そういうオーダーの話をしてるわけなんですね。そうするとその意味合いがですね、本当にその安全性という面ですね、私たちの
とっての安全という意味で考えるならば、まあ、ほとんどそのこう新しいことを言っているように見えながら、実は何も解決にならないことを言っている、そういうふうに理解されるんですね。で、失敗すれば、炉心の冷却に失敗すれば、材料の温度限界を超えて、あるいは想定しない形の事故を起こして大量の放射性物質が、まあ、こういうことに尽きるわけですね。ということで、ちょっと前置きが長くなりました。で、あ、まだあるね、これ。これ、あの、文字の話ですね。文字の話は後で、まあ、出てくるんで、あの、高速炉といって、その、中性子の速度を落とさないで、その、高速で核反応する。それが高速炉で、それがさらに、あの、使った燃料をですね、さらに新たな、この核反応していく段階で、新たに生み出していくわけですね。それを増殖と言ってるんですけど、そういう、こう夢のような原子炉と言われたものですね。これがもしうまくいってたならば万々歳で、原発はあのウランのですね、この枯渇も心配ないし、でこれどん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 うまくいけば非常にハッピーだということだったんですけど、これと再処理工場と一体になってやるつもりが、再処理工場はうまく動かないし、モンジュはそもそも失敗して敗退したということですね。でこれはもうナトリウムの問題と書いておきます。 それとこの文字のさやかの話も後で出てきますから、これはそこで説明します。で、冷却性能が良いナトリウムというのは、ナトリウムというのは金属の、流体、液体なんですね。で流れますんで、それで水の代わりに冷却剤としてナトリウムを使っているのが文字の仕組みです。それが故に、逆にそのナトリウムというものの性質ですね、その非常にいい性質というのは、モンジュの場合はですね、中性子を吸収させたくないんですよ。軽水炉の場合は中性子の速度を落とすために水で減速します。ですけども、モンジュの場合は高速炉なんで、高速の中性子じゃないと反応 しないんですよ。ですから、それ速度を落としちゃいけないわけで、速度を一番落とさないのがナトリウムなんです。減速しないで、残念ながらナトリウムはそれは素晴らしいんですけど、冷却性能もいいんですけど、一点というか問題なのは、空気と触れて火が出る。すごいでしょ。空気があると火が出る、火災を起こす。水と接触したらもっとブワーッと反応するんです。つまりですね、その一番の弱点は、空気や水と接触するだけで事故になるというものはね、そんなもの使えるはずないじゃないかって普通思いません？私、高速増殖炉のモンジュの仕組みって、ナトリウムのことを理解した時に本当に衝撃を受けました。技術者として、なんていうこと考えるんだろうと思う。こんなリスクのあることをやられてね、すごくバカかすごい優秀な技術者だと思うんですね。どっちか分かりませんけど、判断は分かりませんけど、私は少なくともアホなことでとてもできないと思います。まあ正直ですね。でそうすると、もう一つはですね、そのナトリウムがそうだってことと、それを小手先で技術で乗り越えようとするんですよ。ナトリウムなどの特性を、それをなんとか小手先でいろんなこと考えない技術者って、私もそういう癖があるんですけど、なんかあるとこうちょっとこうやって工夫してやるって、技術者ってそういうの好きですからね。つまり技術っていうのは、障害があったら燃えるんですよ、技術者。ナトリウムこうよし俺の仕事だ、まあ、俺に任せろっていうふうに、ね、なるんですよ。私も若かりし頃そうだったから、大した能力になったんで、こうやっちゃうわけですよ。で、やった後で、なんてバカなことやってるんだろうってことが、まあ、気がつくこともあるんですけど、基本的には、そういう、この、いい悪い抜きにそういうことを小手先でやろうとする。これは、バカにしたものの言い方をしてますけど、本質的にこういう傾向があるってことを言いたいんですね。で、決してバカにするために言ってるんではなくて、小手先の技術で何とかしようとしてしまうことが、どうしても起こるし、逆に言うと、それを抜本的にできるんだったら、それは素晴らしいです。それは無理な話なんですね。私はそういうふうに理解しています。そうすると、先日見るとですよ、機械装置というのは故障から誤作動を防ぎきれないんです。機械装置で、原発もですね、もし機械装置に絶対的に故障それから誤作動は起きません。だから人がミスをしても暴走したりなんかしたりね、その炉心用意したりしませんというふうに、ここの部分が保証されるならば、少なくとも核のゴミは別ですよ、ちょっと置いておいて、事故という観点から言うと、
成立するんです、安全性が。ですけど逆に言うと成立しない、私が強く主張しているのは何かっていうと、なぜかっていうと故障しない、あるいは誤作動を起こさない仕組みというのは少なくとも原子力においては作れていないし作れないと思ってるから私はダメだって言ってるんです。これは部分的にはできてるんですよ、いろんなところでできてるんです、安全な仕組みってね。そこがそのアトレで、まあ、そういうこともあってその安全性の観点からその高温ガスも否定された。で小型のモジュールの話いきますと、何がメリットかというと従来の大型のに比べて安全性が向上し、あこれはあのそのここに白く見えるのはですね、あの私が書いたんじゃなくて宣伝の言葉です。だからそのまま信じちゃいけないんですけど、でも一応書いてある以上、ね、言わないとフェアじゃないから言ってるんですね。で従来の大型炉に比べて安全性の向上、電力自由化への対応、スマートグリッドへの適用性などの点で時代の、ニーズに応えるものとなる期待が持たれていると言ってるんですね。ですからこれはですね、まあ、現実にはですね、そういう、まあ、あの方針を出すのはいいですけども、現実にはそういうあの開発しながらね、新しいのを作りながらその、変更したり検討していくんです。そこはすごく難しい話で、特に一度こう決めた後ですね、原子力の場合にはなかなかあの方針転換できないんですね。何が理由でしょうかね、組織的なものもあるかもしれませんけど、そういう面からも非常にこれあのこの柔軟に対応できるようなこと書いてますね、適用性とか。そんなとはとても信じられる内容じゃありません。それからフルパッシブって言ってるのは、そのさっき言いましたある意味の完璧な安全性ですね、何があっても安全な方になる、そういうような革新的な安全設計が期待され、あのこれできたと言ってないですよ、フルパッシブなど革新的な安全設計が期待されですよ、期待されたってできてなかったらしょうがないでしょ昔からこれ期待してますよ、私だって原子とか当然これやるように望んでたわけですよ。そんなことできないからやむを得ずやってきたんですよ。だからまあ今も同じなんですけど、であのこれ内臓ちょっと字が違うけど、内臓放射能が小さいこともありリスクの低減に伴い合理的な安全基準の適用や防災計画やりの縮小などが可能、まああのこのね、期待されとか可能とかね、こんなことばっかり出てくる。これ原子力規制委員会の言葉がみんなそうです。そうやること、例えばあの爆発を防ぐことが可能って書いてある、当たり前じゃないですか、装置をつけるときに可能でないのつけたって意味ないよね。で、本当ね、あの読んでてね、何のことかって思いません？私ね、今でもね、ちょっと不思議なんですけどね、なんでそういう言葉遣いになるのか、あの、いや、爆発を起こさないような仕組みに しました、こういうことでこれ、ならないようにしたということに明確にすればいいんですけど、あの、この装置がついてると、あ、そういうふうにその爆発を防ぐことができる、できると、そういう装置なんだと、だからそれでいいんだと、いやできない場合どうなのって質問がないわけでね、そこがおかしいわけですね。それでですけどさすがに規制委員会は別にそんなことをあの言われるの分かってるから、だから規制委員会は何やってるかっていうと、いやそれは分かってるから、あのこういうことが可能だと言いながらその装置の有効性評価というのを後からやるんですね。それ有効かどうかで、有効かどうかっていうのはすごく意味合いが難しいところあるんですけど、何をもって有効かってあるんですけどね、あのそもそもそんなこと抜きにそれで大丈夫だと、できないものだったらダメだと言わばいいのにね、そういう二重構造にしてあの分かる分かんない話にしてるっていうのは、まあ、今の話ですね、ちょっと話しておりました。それから、小型モジュールの話に戻りますと、その今の自動的安全に関してですね、作動できない条件っていうのがあるはずなんで、そういうことをちゃんと議論しなきゃいけないというのが言って、それから3番目のほとんどの工場で組み上げる生産方式の採用が可能となり品質の維持向上を達成しやすい、これはあのモジュール炉って言ってるのは要するにあの建物で言えばプレハブですよ、部品を組み立ててあらかじめこう作って工場で作って搬入する、そういうことを言ってるわけですね。それそのいわば量産化の技術なんですけど、これがですねその実はその本当はこうウェスティングハウスですね、アメリカに東芝が買収してウェスティングハウスを買収しましたけど、あの時にそのアメリカの原子炉をいくつかを、まあ、ウェスティングハウスが担当してこう作ってたんですね。でその時にそのモジュール化を図ってる、東芝ずっとそれやってるんです、技術的にモジュール、つまり
工場で作るときに工場でできるだけ大きなこう塊に生産してそれをブロックにして作ってそれを現地に搬入してパカパカパカッとこうモザイクのように組み立てる、そういう方式をですね昔から研究してるんです。でそれをアメリカでやろうとした。で私はあんなのやっぱりやるんだと思ってちょっと半信半疑では見てたんですけど、そしたら何やったかっていうと、アメリカでやった時ね、それは早いですよ、工場でバーッと作って持ってるんですよ、ガンとバババババッとあっという間にできるわけですよ。すごいすごいって言ったら、そしたらなんかどっかでね、ちょっと待ってよ、下の方で、そこの下の方にさ一箇所ちょっと間違っちゃった、配管がどうのこうの間違った、ここは間違って作っちゃった、ちゃんと組み立ててるからね、ちゃんと組み立てちゃってるから全部解体しなきゃいけない一個一個作ってるそんなもんなんないの、一個一個作って、あやっちゃった、ちょっとはい修正、はいって言ってこっちこっちこうやって修正してくるでしょ。ところがパカッパカッパカッとさ組み立てちゃって、そこにどこよ、いや一番下だよ、全部外せよ、全部作ったのってこういう話なんです。これは冗談にめかしてもの言ってますけど、現実です、そうだったんです。でそういうことがあって結局モジュール化というのは失敗して、あまずかったという反省があるはずなんですけど、そのことをまあ知ってか知らずか分かりませんけれども、モジュール化することはメリットがあると、そういうことを言ってるんですね。もちろんそのうまくいった場合にはいいかもしれませんけど、その小型炉ってね、そもそもが小型で配管とかなんかを減らして、その安全性も高めるし故障しにくくすると、まあそこまではいいとしましょう、故障しにくくまでは。じゃあ故障したらどうします、故障した時に手当てがないんですよ、故障した時にそれダメになる、なかなか変化できないから、そういう問題なんですね。ですからメインテナンスフリーっていうものの言い方ありますね。メインテナンスしなくていいものというのは何かっていうと、それでメインテナンスしなくてダメだったらそれはまあ諦めて、ね、もうお世話にしてしょうがない。6カ所がそうですよ。6カ所の再処理工場は故障したら修理なんかできません。めちゃくちゃ放射能強いから。だから何するかって言ったら、そこの区画を封鎖してガバッと切っちゃって、そこに流さないで、そこにはもう、言ったら流さないで封鎖しちゃって他に流すんですよ。つまりそれは効率が落ちるんだけど、そこの部分を止める、そういうやり方でやっていくわけですよ。つまり使い捨てというかダメなところは潰していくというそういう考え方、最初に工場する。でモジュール化ということはね、もしかするとまあこれは推測なんで、そこまで言っていいかは分かりませんけど、万が一ですよ、大量にモジュール化っていうのはいっぱい作るわけですから、普通の原子力は日本では今50機とか60機って、そうじゃなくて何百とか何千とか作るわけですよ、小型モジュールって。そうじゃないと出力取れないから。でそんなにいっぱい作るっていうことはですね、一番怖いのはどっかに1個やらなかったときです。設計ミスとか制作ミスがあったら全滅するでしょ。量産化するものの技術の怖さをね、理解してないんじゃないかと思うんですよ。でも私もね、あんまりそんなに偉そうなこと言えるだけじゃありませんけど、でも少なくともその技術多少勉強してきてるのは、原発に限らずですね、技術の仕組み、例えばその量産化の技術と個別の技術の違いとかね、そういうのは多少そういう私なりに理解してるつもりで、そうするとその一番大きな問題はその量産化するという個別の原子炉をそれ量産化に持ってってコストダウンを図るっていうことの思想、そういう考え方が多い本当かというふうに考えるべきだと思います。なぜかっていうと原子力ってね、そのもう分かりきった技術じゃないんですよ。はっきり言ってね、どこで何が起こっても起こらない、どこで何が起こってもおかしくない、そういう技術なんですね。それは核反応とそれから熱の問題とか閉じ込めの問題で全部ありますから、そうするとそう考えていくと何かあった時にどうこうという発想がないとこれはどうしようもないだろうと。つまりもうずっと何百年もやってきたものをこの作り方でただ作るだけだからうまくいくよと、で安くできるっていうんならだけど、初めていまだに小型モジュール炉っていうのは、ね、できる、簡単にできるって言ってるけど、決してその理屈上で言ってるわけだから頭の中で、でこれが許認可を得てその後に作ったと、作ってから少なくとも数十年とか100年の単位を経て初めて証明されるわけです。少なくとも数十年はかかるでしょう。とそのね段階で私は故障が起こらないとかいうふうに思えないんですよ。すぐどっかで故障して、あ、ここまた故障した。故障するとね、多分ですよ、
同じタイプですから、ここ故障するってこと他も全部行くんですよ。その後個別に一個一個作った原子炉と違うんです。量産してこうやって同じように作ったんだから、ね、ああよくできたと思ったけど、どっかがダメになったら全部ダメになるんです。明らかでしょ。そんなことは、そんな量産化ってそういうもんですから、そんなことをもう考えていないんですかっていうくらい、あまりもう私ちょっと業界離れたからっていう意味ではありませんけど、原子力業界の維持について、そういう意味での維持っていうのはあまりその真剣に考えてるわけじゃないもんですからね、申し訳ないけど。だから そういうそのものを作る時のでも、少なくともあるのは一般的な産業でしか考えた時に、ものを作る時の体制としてそういうことを果たして原子力で成立するかっていうのはすごく大きな問題だというふうに思っています。でその時にそのこのここの次のところにある燃料の取り替えが不要だとかですね、これまあ露見によりますけど、まあ、ビル・ゲイツなんかでやってるのもそうですけども、一旦こう最初だけね、この核反応を進めて、それでずっと進むと、その後徐々に時間をかけて燃えていって、何十年の間燃料交換しなくて、そのこのバッテリーのように、バッテリーというか何ていうかな、徐々にこう、ね、エネルギーを出してね、使えると、そういうタイプのでもあるんですね。そういうことを考えると、その取り替え品でもいいからっていうけど、メンテナンスが容易で、核セキュリティ上のメリットもあるって、まあ、そういうふうに表現されてるんですけれども、先ほど言いましたようにメンテナンスが難しいということと、その情報のですね、核セキュリティね、核セキュリティと言ってる情報のを含めた核を防護するという考え方はですね、非常に難しいという意味は、その安全性を阻害すると私は思ってるんですよ。その結局安全っていうのは何かあって思わぬ形で動くわけですね。その時事故に対して、その時に情報を伏せていたら、これはもういつも言ってることですけど、情報を伏せてしまったらその対策が取れない。これ本当に当たり前の話なんですけどね、よく言うんですけど、例えば単純にここで事故が起こりました、じゃあ安全対策どうですかって言った時に、いやドアがこことここにあって、こちらからこう逃げられるっていう話がありますよね。その時にその話は最初から説明するかっていうと、いや安全上はそうかもしれないけど、核セキュリティ上、核の問題として、そのテロリストにどうのこうのとか、相手にそのことを知られてしまうのは問題がある、だから扉のどこにあるかはみんなに言わない、で事故になった時に慌てて、おっ、扉か扉ってこういうわけでしょ。そういうことで安全が図られないのは当たり前の話で、つまり何言いたいかというと、セキュリティを固めるっていうことと安全性とは真っ向から反するってことは理解しておかないといけない、そういうことを言いたいですね。新技術の話、ちょっとこれ話していくと同じようなことを繰り返しになりますからやめますね。後でお読みいただいたらすいません、申し訳ありません。モジュール化というのは後でできます。それで少し核反応から時間の関係もあるので、原理的な話を少し早足でいきます。ご承知のようにウラン235は核反応します。中性子が当たると分裂して、大体平均的に 2.5個くらいかな、2から3個くらい中性子を飛び出して、それが次のウラン235に当たって核分裂が進みます。その時に先ほど言いましたように、核分裂がこれが起こすためには減速剤の中を通る、減速剤というのはこの場合軽水の水ですね、水の中を通ることでこの中性子の速度が落ちるので、それを熱中性子と言います。速度の遅い中性子を熱中性子と言います。ですからよく言うのはですね、原子の中に熱中性子炉っていう言葉が出るんですよ。それはこの軽水炉のことに の一部ですね。軽水炉もそうですけど、中性子の速度を落として熱中性子にして核反応を進める、だから高速炉に対して熱中性子炉っていうふうに理解していいと思います。でウラン燃料の話ですけども、ウラン235というのはご承知のように、大体自然界にはですね、 99.3% が、これ色が見えなくてですね、後ろから側面書いてあるのでウランの238なんですね。で
ウラン235が 0.7%、 ウラン238が235は 0.7% で、238が 99.3% で、ウラン235は核反応するけども、ウラン238は核反応しない。で、それをですから燃料に使うために濃縮ウランということで燃料を濃縮して 0.7% のものをだいたい 3% から 5% 程度の燃料のにウラン235の量に、これが原子炉のその燃料、原子燃料です。で、だいたい 10% くらいになるとですね、ほとんどそのままで自動的に電子反応が起こると、まあだいたいそういうふうに自己維持できると言われています。で、235はですね、さらに 20% になると高濃縮ウランといって極めて原爆に近くなってくるんですね。ですから、こういうものはその核物質で特に慎重に扱わなきゃいけなくなってくるんですけども、さらにそれを濃くして80からさらに90何パーセントという核兵器級濃縮ウラン、こういうことにしたものがいわゆる 核爆弾用 の、ウランですね、核物質、そういうことになります。ですから、まあ覚えておいていただきたいのは、まあ、80%、90% これはね、ご承知にお分かりになると思いますけど、普通 の熱中性子炉、軽水炉で使っている熱中性子炉は大体3から 5% でやっているということだけご理解いただけたらいいと思います。で、ただし原則剤は先ほど言いましたように、こういう黒煙でも原則ができます。これはチェンノブイリなんか黒煙です。黒煙で原則して周りに水がある。で、これがちょっと難しい話になってますけども、言ってる話はそんな難しい話ではなくて、横軸にその、中性子の速度というのはエネルギーで言ってもいいです。エネルギーと言っても速度と言っても同じです。速度が速いものはエネルギーが大きい、そういうふうにこう書いてある。で、右肩の方がエネルギーが大きい、大体メガエレクトロンボルト、100万ボルトっていうね、エレクトロンボルトっていう。こちらの方はここが1ですから、それよりはるかに低いですから、まあ、100万倍以上違うんですね。その遅い中性子、つまり1よりこちらの1エレクトロンボルトとか、そういう方だね。こういう遅い中性子でやってるのが普通の軽水炉で、モンジュのような高速炉は向こう側の方で扱うんですね。その速度、中性子の速度を減速剤で、もともと向こうの速度高かったのをこちらに下ろしてくるのが減速剤、そういうふうにご理解いただけたらと思います。で、これはその核反応の断面積、まあ、これはちょっと説明省略します。こういうふうに実際にはこういうことをこう見ながら、この設計のというか、その核物質の特性を見ていくんですね。で、これはいつもご承知のように、沸騰水型だと原子炉で、ね、お湯が沸いてタービンを動かす、まあ、これはご承知のようにいいところですね。で、まあ、問題は核反応制御防止だから入れていることですね。それから一時蒸気がそのまま出た蒸気がそのままタービンをその回ってくるので、放射能が向こうに回るということ、これが特徴です。それに対して加圧水型は、ここで圧力をかけて水沸騰しない状態でぐるぐるぐる回って熱を、で、それを蒸気発生器のところで熱交換して、あそこで、水を沸騰させて、その蒸気をでタービンを回すと、つまり二重になっている、これが加圧水型の特徴ですね。で、ここからが本論です。すいません、これ私が手を抜いちゃって、ウィキペディアかなんかのそのままその貼り付けちゃって、その持ってきてるんで見にくいんですね。ただ内容はちゃんとこれ書いてあるんで、よくこう後でご覧になっていただくといいんですけど、まあここで言いたいことだけ言いますと、型式があって、この核分裂炉と核融合炉になってて、核融合だよね、核融合か核分裂に分かれていて、まあ、こちらはちょっと置いておいて、核分裂の方で熱中性子炉と高速中性子炉、こうなってる。先ほどの話です、熱中性ね。で、これは減速剤のあるやつで、この減速剤の中に軽水、水でやるやつと重水炉と、それから何だこれ、黒煙炉ですか、黒煙炉があると、まあ、これはちょっと覗いていて、で、そういうふうに見ていった時に、熱中性子の中で沸騰水型、加圧水型、一番上の軽水炉があって、その次にキャンドゥ炉、いわゆる重水炉と言われているものがあって、3番目に、黒煙炉ですね。で、黒煙減速ガス冷却炉、
それから、国温原則沸騰水圧力管型原子炉、あれが RBKB ってあの MK っていう国営炉、いわゆるチェルノブイリ原発ですね。でここで問題になってくるのは、今回扱っているのはこの辺にあるところの高温ガス炉と言われているものがここに属するんですね。でその他に高速炉、先ほどの文字のように修正子の速度を落とさないで高速でやるのが高速増殖炉、それ増殖しないのもあるので、まあ、いくつかあるんですけど、でこちらのこれの後ろの方に少し出てくるのが新興発型とか書いてますね。これはあの例のビル・ゲイツがあのやってたところの新興発型って、まあ、ちょっと特殊な学校 その時間かけて徐々にこう拡大の進めるようなやつですね。特殊な形です。ですけどあのそういうふうに新しい炉と言われてるけども、全ての概念はとっくに出てるんですってことを言いたいんです。それが新しく何か言ったのは、いや私たちが知らないだけで、細かいことは知りませんよ、こんな発見のこと。私もこんなのは初めてちらっと聞いたことありますけど、何かと言われたら一生懸命あのウィキペディアで調べないと分かりませんよ、正直言うと。そんなレベルです。でそれはもう別にですから、あの皆さんがみんこれ分かんない分かんないなんて言う人は全くなくて、ね、あのそんなそのマニアな人は、マニアはね別だけど、もう月食も好きで好きでしょうがない人はちょっと探してみるのがよろしいと思いますけど、そんなに向きになってそう調べるような内容ではなくて、いろんなものがあるというふうに理解して、あ特徴はっていうくらいに理解しておいていいんだと思います。もちろんそのことでちゃんと議論するべき時には議論すればいいんですけど、それはそれこそそれにその開発する技術者がねその議論するなら分かりますけど、私たちがそんなことで議論してもあのはっきり申し上げて意味がありませんというふうには思ってます。ですから申し訳ございませんけども、私のレベルね、私のレベルでできるのは、まあ、こんな原理になっててこんなもんだというふうに理解してます。で皆さんどうですかって、皆さんもあそんなもんか、あいやちょっとごとのんじゃ怪しいからもうちょっと調べる、まあ、そのレベルでお考えいただけたら。ただですけど、くどいようですけど戻っていただきたいのは、原子力の持っている意味とか最初に申し上げたことですね。原子力というのは放射性物質などで生み出すこと、でそれに対しての事故のこと、事故を起こしやすいとか起こしにくいとかありますけど、それは程度問題であって基本的には同じ構造であるということは、あの私はそういうふうに理解しているんですね。さて、先に言います、これはですね、これちょっとやっぱり電気を落とせないんだ、ちょっとね、赤い字がね全部消えちゃってるんで、ああ、うん、いいですか、見えますね、はい、今の新しい原子炉、まあ、何が新しいかですけど、先ほど言った熱中性子炉ですよ、原子炉、これでいいですよね、大体あのお分かりいただいたかと思います。で黒煙はですね、やはり火災を起こしやすいんですね、それが問題です。で、重水器っていうのはキャンドゥ炉、カナダで炉ですけども、あれはその、濃縮しなくていいんですね、そのまま重水を使うんで、そういう、まあ、特徴があるということです。それから、軽水炉、これは問題はですね、まあ、メルトダウンする、燃料、固体の燃料が溶けてしまうと溶け落ちてしまってメルトダウンして水素爆発や水蒸気爆発、琥珀混沌、こういうものが起こるということで、高温ガス炉というのは高温材料ですね、構造が特に高温、先ほど言いましたように950度です、非常に高いですから、そうすると高温材料がちゃんとしっかりしてるかということと、構造がちゃんとできてるか、事故の時にどうなるかということが問題になります。でこの時には黒煙原則で冷却剤がよく使うのがヘリウム、まあ、ヘリウムって一番安定しているのでよく使われるんですね、冷却用に。それから高速中性子炉、これはいいですね、先ほどので、文字のね話ですね、ナトリウム、これはいいですね。それからあとは、これはいいです、はい、説明しているわけです。で、あの見ていくとですね、第4世代とかね、こういうものの言い方するんですね、私あまり好きじゃなくて、正確に聞かれるとどれがどっちだったかなというふうなレベルなんですけども、まあ、高温ガス炉とか高速炉を中心にして、高度の安全性、持続可能性、良好な経済性とかいう、そういうことを謳い文句にしてるんですね、まあ、こういうものと小型モジュール炉、先ほどねこういうことを言って、それで小型モジュール炉とかちょっとコメントがあって、これ中小小型炉ってスモール&メディアムリアクターって言ってる、言ってたんですね。で、ですからその後国際的な小型モジュールの開発の動きを受けて、現在はですね、
一般的にその中小じゃなくて小型モジュールを SMR というのが一般的だそうですというふうに決めたと書いてありましたね。で昔はね結構いろんなのがあったんですよ。 SMR って何なのっていうのがあってちょっとものを読んだ時に頭が整理つかなかったんですけど、大体そういうふうに読んでいいんだってことが、まあ、原子力学会のところで書いてる言葉の問題なんでどうでもいいんですけどね、そういうふうに言われてで、高温ガス炉に行きますと、原子材黒鉛ヘリウムガスで900度 C を超える高温になるということで、一番大きいのは自己安定性、核暴走にしにくいということを言ってるんですね。でなぜかというと出力密度が低くて係数より低くて炉心の黒鉛の熱容量が非常に大きいので、2000度 C の高温になっても熱容量的には非常に耐えるというのが高速炉の 高温ガス炉の売りですね。でヘリウムは熱伝導率が高くて高温でも安定でその反応しないですからね、いいんじゃないか。で冷却システムが機能しないときは格納容器からの熱放射で冷却できると、まあ、これが本当にどこまでいくかっていうのはちょっと私はどうかと思ってますけど、まあ、制限を挿入に失敗して燃料のが上昇すると自動的に核分裂が抑制され原子炉停止まで低下できると、こういうことを計算で確かめたよと、そういうことを言ってるんですね。で不可水準運転がしやすいとか、そういうことを言ってます。でもう一つは水素製造、合成燃料製造プロセスとの、それに核熱、この核反応の熱を利用するということで、高温ガス炉というのは新たにこれからの、その、まあ、どういうレベルか分かりません、ダークホースか分かりませんけど、これからの一つの、重要な柱であると、そういうふうに、まあ、主張しているわけですね。で、でこれはですね、実際に原型にで、まあ、すでに運転終了してるんですけど、1956年に英国で開発されたもので、試験炉なんですね、研究炉です。高温の試験研究炉なんですね。その HTTR って言ってるんですけど、これをその英国米国もやったんですけど、ね、開発して運転したんですけど、もうすでに90年代には、まあ、終了しています。で日本ではですね、その後、2004年4月に、まあ、950度 C を達成して、でその後安全性実証試験を、まあ、2006年までやったんですね。で一応その高温ガスの固有の安全性を確認したと言っています。で固有の安全性っていうのは出力があったらどうなるかとか、そういう意味なんですけど、まあ、一部の安全性を確認したと。ただ安全性というのは広い意味で言うと全てのことが安全性の確認されるというのは非常に広い範囲の話なので、それは簡単じゃないんです。できているとは思いません。そうじゃなくて、この固有の安全性ってここの限定してあることについての安全性を確認したと、そういう理解ですね。で建設運転と並行して高温ガス炉が供給するこの高温核熱を利用する水素製造技術の開発も進められている、まあ、これは今一般的にそういうふうにやっているよという話です。で細かい仕様が右肩に書いてあります。ご興味のある方は後でご覧いただけたらと思います。で、技術課題とデメリットですが、ですね、今後、いくつか書いてるんですけど、ポイントのところを言いますとね、やはりですね、まあ、大型化が難しいとかあるんですけど、どうしてもですね、規模が、まあ、言ってる限定されるってことなんですけど、もう中身見ちゃった方が早いんで、これこういうイメージになってです。高温ガス炉 HTTR ってね、これは実際に作って運転したものですから、中身がよく分かってるんですね。で、高温ガス炉だと大体2、3カウラン、燃料は2、3カウラン同じなんです。これ軽水炉とかね。で、濃縮度が数パーセントから 20%、こちらは2から 4、5% ですからね。それに対して 20% が高いんですね。で、被覆剤がこうなってて、冷却剤はヘリウムで、減速剤は黒鉛だと。温度がこう違う、まあ、こんなことです。熱効率はですから30から35、係数に対して45くらいまで上がる、まあ、そういうふうな特徴があるよということがここで歌われている。で、ここからがだんだん問題なんですけど、じゃあ高速炉ですね、高温ガス炉といっている高温の部分が一体どうなっているかというのをちょっと覗いてみますとね、こういうイメージなんですね。ちょっと見にくいですけど、これが核燃料なんです。そのこうペレットってこの円筒型に小さな
高さ1センチと直径やっぱり1センチくらい の, そのペレットって言いますかね、核燃料、普通の核燃料、その中のその鞘の中に入れるんですね。それに対してそのこのコーンガスの中は丸球形なんですよ。 0.92mm の直径の燃料で、これが核燃料なんです。これがこういうコンパクトという燃料コンパクトで、こういう高さ40ミリ、幅20ミリくらいですから、そのぐらいの十数ミリですか、そのぐらいの中にこのいっぱい詰まっていると、そういう格好になって、それをこういうものをいくつもいくつも積み重ねて右肩のように燃料集合体にしていると、そういうふうになっているんですね。それがここに入っている、そういう構造です。あのちょっとあの細かいことは別にしまして、なんかちょっとイメージがね分からないといけないので、こういう絵を、あのこれはあの教科書に出てくるんですね。原子炉の教科書に出てくるものをそのままあのお見せしています。でここもあの実は今のことよりも問題の一つはこっちが大きいんですね。でこれちょっと難しい、ちょっと分かりにくいんです。ご説明しないといけないんですけども、少し分かりにくいんですけども、ここが原子炉があって、それであの実はですね、冷却系統がねその二重になってるんですよ。そのですね、一次冷却設備と二次冷却設備の2つになってる。で一次冷却設備から二次冷却設備に行って、その後を返してこう、つまりあの今までより1段階多いんですね。そう、熱交換するところ多いんですよ。でそれはあの一つにはですね、その、まあ、ヘリウムを使ってこうやってるんですけど、実はこれ非常に高温でしょ。一番難しいのはね、これ原子炉から出てくるって、ここで次の冷却部分に持ってって、ここで熱交換するんですけど、ここの部分全部二重管なんです。ここの構造、容器そのまま二重になっているところがあります。これがあの、まあ、これは容器の中ですけどね、その構造の部分とその黒鉛で作られた部分があるということと、まあ、そのことはちょっと置いといて、一番私が問題にしたいのはこの二重構造です。一次ヘリウム配管はですね、実はその原子炉があって、そこから出てこの配管があるでしょ。その一番熱の高い、温度の高い配管がですね、こう二重管構造になってるんです。で中を高温のガスが流れる。で外側にさらに管があって、断熱材があって管があるんですけど、その隙間に反対方からその一旦もう冷却された温度の下がったやつが流れてくる。つまり一つの配管の中に非常に高温な部分が中にあって、低温の部分が外にあるんです。これそれなぜやってるかっていうと、外側に高温が高温になるとね、あのダメージ受けた時に困る。熱でやられて壊れたら漏れちゃうでしょ。で熱による破損を防ぐために、温度の高い部分は中々に閉じ込めて、外側を温度を低くすることでやってるんですよ。それって素朴に考えて私は疑問に思っちゃうんですね。なぜかって言いますと、高温に耐えるのが大変だから温度下げるわけですね。いいですけど、あのいつも温度下がるのっていうふうに考えるんですよ、事故っていうのは。そうでしょ。だって物事は設計通り計画通りだったら全く何問題の当たり前で、問題なのは漏れちゃったとかね、壊れちゃったってことでしょ。そうしたら高温でそのまま出るとまずいから、外を、ね、低温のものをしてやるってことは、ここで壊れた時には外側に出てくるわけね。でそれがどうなるかって、まあ熱の問題ちょっとあのいろいろ検討したとか言ってるんですけど、本当にその通りになるかどうかね。またその事故の程度はともかくとしてもですね、私はものすごく脆弱だと思うんですよ。非常に高温なものがあって900度でしょ。普通300度でやってきたんですよ、原子炉は。それが400どころか950度も高くなるようなものが流れてきてて、それじゃあ厳しいから外側に低い温度の流体を流して抑え込んでるってことでしょ。そうするとね、それってあの いいような悪いようなっていうか、あの なるべくダメージ受けにくくするっていう気持ちはわかるけれども、本当にそれでできるんですかっていう、本当にすごく思います。
なぜかというとね、温度設計ってめちゃくちゃ難しいんですよ。温度が一定なのは問題ないんですものは。ですけど温度が上がったり下がったりすると伸びたり縮んだりするんです。だから構造物が壊れたり疲労で破壊したりするんですよ。だから構造設計する側としてはこの温度のね、こういう温度差のあるものはものすごく気になるんです。でそれをどうやって設計してるんですかっていうのを本当に聞いたいんです。設計者にどういうふうに考えてるかちゃんと説明してもらわないと私なんかは理解できません。細かいことを考えてね、ということなんですね。でこれぐちゃぐちゃ私書いてるのは私のまあ、私も多少設計してきてる人間ですから、そういう意味でこれ何じゃという、その本当にこれでいいのかっていう疑問をちょっとまあ書き出したわけですね。でこういうことがその、どっかにあるんじゃないんですよ。これ自身が仕組みなんですから、ね、そういうことがじゃあどっかでトラブルが起こったら、先ほど言いましたようにいろんなところで起こったんですよ。それが問題なんですね。その一つのことで済まない可能性で、本当にその高温材料ですね。高温材料は950って結構高いのでね、材料をちょっと間違うと一発でやられちゃいますから、あるいは熱によってそのクリープっていうんですけどね、ある温度の高さ以上になってくると力を加えなくてもそのままクリープで自動的にぐーっと伸びていってそのまま破断してしまう。これクリープ破損、クリープ破断っていうんですね。でクリープなんかの問題を考えてくると、こういうのはすごくいやらしいんです、高温のものですね。だからそういう時にじゃあ一定の温度、もちろん設計温度でそうなるとは思いませんけどね、設計温度より超えることがないかどうかっていうふうに考えた時の問題になります。でこれが同じようにですね、先ほどの熱交換器がありますね。熱交換器っていうのは片方から流れている流体を直接流体を流さないで中に配管を通して直接接触しないでその熱交換、熱だけを伝える、これ熱交換器って言うんですね。でそれがもう一つの中間熱交換器っていうものがあって、それもこういう構造になっている。でこれ非常に複雑になっているんですね。二重化になりますから、そういうものがあった時にですね、特に配管の中に二重化になって断熱材があるって聞いた途端に、断熱材っていうのは何かっていうと、まあ、いろんな材料があると思いますけど、普通の金属じゃないわけですよね。でそれが劣化したり何か破損したり、時間的に劣化する可能性もあるでしょうし、そういうことを考えると、それが本体の中にあるっていうことはいいのかなっていうのはもう率直に思います。でそういうことを考えると、まあその理屈上の問題ちょっと置いといてもね、少なくとも何が言えるかっていうと、こういうことをやるということは、これの実証性、実際にどこまで何十年かやって耐えられるかとか、そういう経験がものによる、経験というかそれによって検証されるんです。そういうことを考えた時には、決してこれで何かがちゃんと技術的に証明された時には私は理解しません。原子力とかが特にもうこれよりもかってやった後に、実はやってみたけどそれでトラブルが発生してるのが軽水炉でしょ。軽水炉はあそこまでやって、だって ECCS だって最初に出た時あれ働いてなかったら大問題になったんでしょ。緊急炉心冷却器がつけたけど水が入んない、なぜかというとすごく熱いところに水を押し込むわけだから入ってない、それが大問題になったけどです。そこから始まってるんですよ。一番安全装置の根幹がそれから始まって、いや今度は改良したからできましたって言ってきたとやって軽水炉は発達してきたんですよね。その歴史を考えると、これからどこがどうなるかっていうことはあんまり予測するのもこういかがなものかと思いますけどね、簡単ではないと私はそう思います。ですから原子力ってのは実証性が大事だって言ってるくせに、実は軽水炉はそれなりにやってるけど、他の炉は全部実証なんかされてません。試験で1個やったとか、こうは確認したとか、そういうレベルです。ですから、経験があまりになさすぎて、十分安全性の確認ができているかというと、それはこれからでしょっていうことになります。で、時間の問題かな。SMR の課題と対応って、これはですね、事業者団体や経産省の方向性っていうふうに書いてますけど、ちょっと気になったんでね、ちょっと拾ってみたんですけど、米国英国からの2014年頃からですね、その小型モジュール炉に関する取り組みを開始して、2017年以降日本ではですね、
2017年以降活発になってきてるんですけど、 SMR ってこのいわゆる二酸化炭素を排出せずっていうそのに手軽な価格のクリーンエネルギーを導入するというそういう宣伝に使われてるんですね。で、部分的に例えばね、その原子力がそのものがその核反応、つまり発電をする段階で CO2 を出さないっていうのは認めますけれども、だけどもこれは私の理解ですよ。私の理解ではそもそもそのこの CO2 とか、ね、環境問題って何かっていうと、私の理解では仮にですよ、温暖化とかそういう問題が人間がやったことだということが正しい、そうだとした場合ですよ、その場合にも単にですね何々のこうだっていうことではなくて、私がですよ、私の理解はエネルギーをああやって扱うってことは何だと、他の他にエネルギーとして取り出すだけじゃなくて他の物質も全部含めて人間がこう作り出していく全ての行為、それによって出てくることに結果としてその CO2 問題というものが絡んでるんであって、単に電力だとかそういうものの捉え方すごく狭すぎて話にならないと私はそう理解する。つまりもっと根本的に私たちのもし仮にですよ、本当にその CO2 問題っていうのをそういうふうに考えるならば、人間の活動そのものをね限界を見せてるでのそのそういうふうに捉える方が普通だと思うんですね、私は。ですから少なくとも全てそうだって言い切っていいかどうか分かりませんけど、少なくともそういう視点を入れてものを捉えつつ、あと部分的なことを潰していくっていうふうにしないと、なんかこういうバカな話になるわけですね。CO2 だけって、じゃあ CO2 これは出すか出さないかいいとか丸ペテしたり、それからもっと CO2 が出てきたらそれをじゃあ地下に埋めてしまえばいいと、処理してばいいと、そういうこと先の話をするわけですね。で、私はすごくね、おかしいと思うんですね。これはまあ、異論もある方もいらっしゃると思います。技術開発ってそういうもんですから、新たにやればいいってお考えの方もいるかもしれないけど、私はちょっと違うんじゃないかと思ってね。自ら人間活動して出てきて CO2 が出てきた、じゃあそれは良くないんだったら、じゃあそれをまた処理するために地下に入れてどうこうって、まあ、どう言ったらいいですかね、自らやったことの根本のところを抑えるんじゃなくて、出てきた、毒物ってのかしら、出てきたものに対してそれをまた処理するようなやり方をどんどん積み重ねていくことの意味、一体何をやってるかっていうことが問われるんだと私は思います。そういうことを含めて開発するべきなんであって、いきなりこのためにこれやるって、なんか対症療法的にやっていくことが私たちにとって本当にいい未来は見えてくるのかっていうふうに考えたときに、私はすごく否定的なんですね。ですから原子力は特にその最悪なんだけど、原子力に限らずそういうものの捉え方は私はまずいんじゃないでしょうかと思ってまして、そのまずさの筆頭がビル・ゲイツです、ね、だって彼の言ってるのを聞いてるとね、素晴らしい、もしああやって夢の世界でできるんだったらいいように見えるけど、根本的な放射能の問題とかね、これは本当に事故が起こりにくいっていうのは仮に100歩譲っていいとしても、そんなことは証明されてないし、私は証明できないと思いますしね、事故の問題っていうのは。そうすると結局は所詮は核と共存、こういう核をエネルギーとして使う社会、そういう技術体系の在り方と人類は共存できるかどうかっていうテーマになりますから、そこにおいては私は少なくてもちゃんと証明しないでそのことに向かっていくのは非常に危険であると、そういうふうに思っています。それはもし本気でやるならばちゃんと白紙であることを皆さんに説明して、みんなが納得した上でやるべき内容じゃないですかと、そういうふうに思います。特に福島の事故が起こった後、未だにそんなこと言っている人はですね、はっきりとそれについて、じゃあ福島事故が起こったことはどう思ってるのかと、どうなんだ、だからこれはこうすれば防げるんだということがちゃんと言えるのかということと関わってくると思います。で、これはニュース系記者っていうんですかね、米国の小型モジュール炉なんですが、NRC の審査の最終段階だっていうふうに、まあ、言ってますけども、これはですね、6万キロワットクラスのですね、モジュールっていうのは、結局中に圧力容器とか蒸気発生器とか加圧器、格納容器を全部含むワンパッケージなんですね。それが一体になってて、これが1個で6万キロワット。で、こいつを、最高12機だったかな、忘れたけど、モジュールなんで、組み合わせて
出力に応じて数を増やしていけばいいんだと。それを水の中につけてダダダと並べていってこうやって一体化していくと、こういう考え方なんですね。最大12個とか最大12個と言ってます。だいたい通常の PWR の20分の1のものを集めて、それでまあこういうふうに組み立てると。そうすると、言ってみれば12個のモジュール化したものを大型プールの中に設置すると、そういう意味ですね。それで、確かに一つのメリットは水の中に、ね、最初から埋め込んでしょ、毎日漏れたらいい、安全でしょ、そういうことを言いたいんですね。ですけどこれはまたその事故の形態とかによってどうなるかということもあるので、これで全てが私はいけるというふうには思っておりませんけど、そういうふうに相対的には今までよりいいよと、そういうことを言ってるんですね。で、各モジュールはそれぞれ独立したタービン、発電機と複数機に接続していると。で、小型化と一体化を図ることにより大規模な冷却剤喪失事故のリスクを回避。大規模な冷却剤喪失事故のリスクを回避って言ってますけど、相対的な話として今の軽水炉との関係で若干どちらかというと事故のそのリスク、被害の程度は落とせる可能性はあると思います。ですけど、じゃあどこまで落とせるのか、本当に被害がないのか、それは全然別次元になると思います。ですからそのどう言ったらいいんですかね、その本当にこの一つにはこうやってことでどこまで安全性が確保できるかということと、でそもそも軽水炉で安全性だけじゃなくて経済性を徹底的に追求したんだけどダメだったんで戻ってきたらこれでしょ。で本当にこれで今度経済性も含めてできるかというと、これはまた全然別の話なんで、でそれを考えるとこうどう言ったらいいですかね、経済性も含めてうまくいくかどうかっていうと、先ほど申し上げましたように非常にリスク、私はリスク高いと思っています。新しいものをこうやった時にやっぱりダメだったっていうリスクも高くて、しかもそれが歴史的にですよ、その軽水炉が歩んできた歴史を少なくとも数十年、70年という単位歩んできたんですね。それに対してここ、何十年か前に最初見つけたけどその後改良して今できるっていう新しい概念を出してきたけど、これがじゃあどうやってその経験を経てその本当に安定したものになるかっていうのは、相当難しいだろうと思います。で、これは日立がやはり同じようなことをやってるんです。これ細かいこと説明やめますけど、日立のモジュール炉は低い層建設費で工場完成一体取り付け建設工期短期短縮、資本リスクが低い建設リスクの低減が可能だと言ってるんですね。で、ガス火力並みの価格競争力を持ち、米国のガス火力発電プラントの建て替えも視野に入れてますと。で、圧力容器と一体となった弁を採用し、大規模な冷却剤喪失事故のリスクを実質的に回避する。これちょっと細かい具体的なところも見えてないんでわからないんですけども、圧力容器と一体となったバルブを採用しっていうところですね。これが非常に引っかかるんです私は。一体化するっていうことの意味がどういう形になってくるかっていうと、その非常にその物の作り方によってはリスクというか壊れる可能性が生じてきますから、非常にこれは簡単ではないというふうに思います。簡素化できるということも本当なんだと思いますね。それからこれは米国 GE 日立と日立の高速炉で冷却剤にナトリウムを使用、これはまだこんなこと言ってるんですね。ナトリウム冷却をやろうとしているわけですね。ナトリウム冷却は例の文字で失敗して散々痛い目にあって、各国が撤退したわけですよね、事実上ね。それなのにまだこんなこと言ってるっていうのはちょっとよく私には解せないんですね。で、これは空気の自然循環で冷却し高い安全性だから、水の冷却だと冷却剤喪失事故になって困るから、自然冷却、空気で冷却してと高い安全性信頼性ができるということと、高速炉は大気圧と同程度の圧力で運転されるから冷却剤喪失事故や格納容器の圧力上昇がない。これ何かっていうとですね、軽水炉って少なくとも沸騰水型で70気圧くらいね、で加圧水型で102倍くらい150気圧くらいじゃないですか、原子炉の運転するのが。ところが
そのこちらのその高温ガス炉っていうのは非常に低いんですよ、圧力が。温度は高いけど圧力が低い。だから比較的漏れにくいと、簡単には壊れない、そういうことを言ってるんですね。でそれがある部分では正しいんです。その高温ではね、高圧ではないってことは楽なんですよ。ですからそれでもっていいかっていうと、先ほど言いましたように非常に高温の時に、さっき言った熱の方から来る問題が起こるんじゃないかとか、そういうふうに思うんですね。で熱効率を飛躍的に向上させるって、まあ温度が上がるから熱効率が飛躍的に下がるするのは当然でしょうけれども、それでいいんでしょうかってことですね。それから例のビル・ゲイツがしたテラパワー社というその新興派、走行派があったのね、原子炉と、まあ、これも、まあ、いいこといろいろ書いてますけど、要はこれ実現性が問題であって、実現できるかどうかも全く分かっていません。でいろんな議論もあります。でまあこれに関してはそのいろいろ検討はまあしてきてるみたいですけれども、どうなるかは全く分からないと思います。特にその新興派炉っていうんですかね、新興派炉、その TWR って言いますけど、これウィキペディアから調べたやつです。要はウラン238に中性子が入って239になって、その後ネプチウムですねに変わって、その後230、プルトニウム230、まあ、こういう経路をたどっていくわけなんですね。でその冷却剤に金属ナトリウムを使用すると、そういう格好なんです。そうすると今のこの核反応をすることによって出てくる放射性物質 の問題と、それからそれのその冷却におけるその金属ナトリウムとの関係とか、その辺の総合的な関係がどうなるかということになるかと思いますけども、そのどう見てもその簡単にこれでうまくものができるかどうかって証明できているわけではないというふうに思います。で次世代の軽水道もですね、いろいろ工夫してるんですね。見てるといろんなところでやってます。これは日立のホームページは日立だと思うんです。すいません、ちょっと間違ってたらごめんなさい。まあ、見てるとすると原研か日立か東芝なんですけど、まあそういうところのこういうこれは APWR があるから ABO 両方やってますからね。だから経産省でまとめたのかもしれませんけど、まあ福島事故の教訓を受けてですね、安全性をさらに高度なものにするために必要な技術開発を実施し、深層防護のさらなる強化を図り、世界最高水準の安全性を確保するための技術開発です。免震技術、過酷事故対策等である、さらに安全性の高くより社会的重要性の高い新型軽水道を目指してプランの概念の見直しを進めている、まあ、そういうことを、まあ、宣伝文句ですねというふうに言っています。でこれはご承知のように事故の話です。いつもお話しさせていただいているんですけど、事故が設計基準があって、設計を基準を超えるといわゆる炉心溶融ですね、設計基準というのは燃料の表面の温度が1200°C を超えるとまあダメなんです。超えないように冷却していくんですね。それを超えると、あるいは超えそうになることを過酷事故って呼んでるんですけど、それを超えてしまうと、まあ、炉心溶融を起こしてしまってどうしようもなくなるというのが、まあ、原子炉の仕組みである。それがシビアアクシデントだというふうに考える。でこれは一般的な話なんですけど、事故の対策というのをやりますけど、発生を予防することができなかった時に備えて、じゃあダメだった時には事故の被害を減らすための対策をしますと。でここまで対策をして、でそのことについてこうなりますけどよろしゅうございますかということを、その当事者、その住民、そこで実際に被害を受ける人たちに対してこれを提供する側がちゃんと説明して、こういうふうなことで事故は起きるとしたらこういう事故が起こり、その可能性はこういうことだと、で対策はこういうふうにしてるよっていう説明を全部して、その上でその影響を受ける人たちが、じゃあそれは私たちはそれを受け入れるか受け入れないか判断すると、そういう仕組みというか、そういうふうにするのが当たり前だと思うんですね。その時にそのちゃんと情報を、こういうことが起こりうる、あるいはこういう可能性がある、こうだってことをきちんと説明するっていう義務と、で
それで決定権はあくまで被害を受ける可能性のある私たちの一般の周囲にいる人たちが決定する権利がある。なぜかっていうと他のことと違うんですよ。航空機事故だってね、航空機事故の場合だって航空機が墜落して人が死ぬっていう面ではそれは被害になるけど、だけどで航空機に乗るっていう時には航空機が墜落して死ぬ可能性というのは自分はどうしても嫌だけど認めてるんですよ、どっかで私たちは。ですけど原発がね事故を起こして私たちが、ね、自分の家を追われるってことを皆さん考えてますか？最初から想定してますか？最初からそういうふうに相談を受けて、いやその程度はこうだって説明を受けて、まあ仕方がないの、こうなってるならまあいいと。ですけど今の仕組みになってない、これちゃんと説明もしてないんです。それでしかも決定してるのが勝手に線を引いて、ここの半径30キロの人たちの意見は聞くけど、その相当の人は関係ない、放射能はどこまで来るんだよ、おかしいでしょっていう話がないんですね。全く非科学的であるし非倫理的です。放射性物質の特性、事故の特性を考えたらどこまでも行きますから、そうすると私はそこで被害を受ける可能性があると言って、仮に東海第二原発で事故が起こった時に東京にいる人が、私は東海大についてね心配なんで放射能が来る可能性なんで嫌ですという権利は持ってます、認めれるか認めないか別にしてね、そういうことですね。でそれが原子力の問題、そこにあるに尽きるんですよね。結局そういう説明、どんなに技術的な説明してしまっても事故起こりうるわけですから、起こった時にどうなったというふうに考えた時に、それは私は嫌から、まあ受け入れるかって、それは価値判断で分かれます。ですけどその時にいいっていう人は、まあ、問題生じませんけど、まあ、事故になった時の時ですね、まあ、嫌だって言った人を巻き込むことはね、権利はないんですよ、人。そうでしょ。私は、経営権と同じですって、ほら、タバコをね、タバコの匂い消えばいいし、私嫌だからって言った人に対して、ね、ここに仕切りを設けたからいいでしょ、いや、漏れてくるじゃダメじゃないか、あっち行けよと、遠く行けよと、分かったって下がって、ずっと煙の来ないところに遠ざかって済むのは当たり前でしょ。原発もそうしてくださいよ。ね、万一の時にも大丈夫です。放射能はここまで来ませんから。っていうことを言ったら、みんな、まあ、そうか、まあ、あまり好きじゃないけど、しょうがないかな。なるわけでしょ。ところが、すぐさ、ね、100キロ圏内にあったりしてさ、事故があった時、いや、30キロより遠いです。いや、30キロより放射能が遠く来ないっていうならいいですけど、そんなもの全く保証の限りじゃないし、福島だって、とっくに最初に考えた距離を、ね、超えて出ちゃったわけですから、そうすると、そういう原子力の持ってる特性はもうここまで分かりきってる話なのに、そこのところをそのきちんとしない、その手続きがやっぱり私は一番問題だと思います。さて、これ、細かいの、これは飛ばしますね。第4世代の原子とか、そういうのはどういうふうに書いてあるか、ちょっと、書き出しただけなんで、まあ、ご参考なので、どういう形のものがあるかっていうだけなんでね。で、これ一つ、私の昔の研究会の友人、仲間だった人がやってて、私もちょっとこの若干は関連したことがあるんですけど、これですね、適正技術フォーラムっていうのができて、ここで、脱炭素社会構築のための適正な技術選択に関する提言というのをやってるんです。で、これ、ですね、まあ、いろんな提言がありますけど、そのと、まあ、大体並行して同じようなことを言ってるんですけど、その単にエネルギー問題だけじゃなくて広い、かなり広い話をしてるんですね。それは何かというと、経済性の問題、労働の問題から何から、いろいろそういう人間相対の問題として、技術というものが持ってるその人間に対するインパクトですね、それを適正に評価するべきだろうと、そういう基準は何をもってやるべきかという議論をしてるんです、今度。で、それは非常に生産的な内容なので、まあ、こういうところから見たときにどうかというふうに私も思いまして、その時に今実はこれ日本原子力研究開発機構ですね、 JAEA が2050年の概要とまとめてまして、いろいろこう書いてますが、これちょっと拡大してみるとね、こう出てくるんですよ。原子力機構の将来ビジョンの全体像っていうんでね、気候変動問題の解決とかさ、エネルギーの安定確保、未来社会の実現って、もう素晴らしい言葉が出てるでしょ。で、原子力のポテンシャルの最大限の追求、他の科学技術分野との共同協議、いいけど別に
原子力に全部これ最大限追求してくれって誰も頼んでないんですよね。あの自ら原子力渡る人たちが、いや俺たちがここで出ますってどこで出るんだということを言ってるに過ぎないんですね。そうすると気候変更問題の解決は原子力を利用しなければできないことではないですし、安全最優先としながら危険な原発の原子力を求めるのは矛盾してるわけですからね。で、環境に対してもそうです。それはね、この本当にこう中見えてると、私はこういう上げつらい方っていうのはあんまりやりたくはないんですけど、これ見るとついついね、この向こう書いたところを見ると、いちいち一行ずつ文句言いたくなりますよね。で、いや言わない方がおかしいんだよ。で、ちょっと遠慮しいでも言うわけですよ。そうすると原子力科学技術で気候変動問題の解決に貢献、ってクエスチョンマークいくつもつく。だって原子力科学技術って何を言ってる、それと気候変動問題が何の関係があるかっていうね。そう、単にさっき言った CO2 がどうこうっていうレベルの話でしょ。それを拡大解釈ってものを言うのはやめなさいと。そうじゃなくて、環境インパクトがあるかないか、どうあるかっていうことを議論してるんであってね、本当にねひどいと思うんです。このだからね、これもし原子力学会がこういうことで平気でこういうことをやってるとすると、本当最悪になります。ただつまり自分たちの持ってるこれをやるがための研究になってるわけだから意味が違う。問題はもっと大きなところになって、その中のワンノンゼロとして研究があって、それをどの方向にするかっていう議論まではいいけれども、それでも問題を全て解決できるっていうのは言い過ぎだし、もっと外の世界を見るべきだと思いますし、もっと周りの人の意見を聞くべきだと私は思います。で、ここの安全性向上核燃料サイクルですね。これ核燃料サイクルって本当にね、技術的に成立しているとは言えないわけでして、今日は細かい説明しませんけどね、めちゃくちゃにこううまくいってないわけですから、何十年かけてね。で、そういうものに対してその期待をかけているってことが、そもそも、まあ、学会ですからね、夢はっていうことではあるかもしれないけど、でもそれは全く方向性がね、おかしな方向性を努力するのは意味がないところが害悪になるわけですから、新原子力は福島県事故原因の解明など全くできない。原子力政策、今日最初にお話した件ですね、中間報告の結論は全く書いてないし、事故プロセス自体を分析して規制に反映していないまま、どのようにして原子力安全の価値を再確認したのか、一層の安全性向上を含む S プラス3E の前提となる安全性の S が整理してない、整理って言ったら整理してないっていうことですね。で、まあ同じようにこの続けていくとキリがないんですけど、そういう追求をこう書いてあって、でもうちょっと飛ばしましてね、 SDGs の話にします。 SDGs というのはご承知のように、まあ、これ結構いろんな議論がありますけどね、ですけど私は基本的に言ってることのね、ごく一般的な意味で非常にすごいことを言ってると思いますね。結局人類みんな飢えてはいけないわけだし、経済的な格差をなくすとか、心のことについてはそれなりのことを言ってるわけですよ。で、最初のね、そのここの17項目挙げてるんですけど、実はこのうち私原子力とこう関係するだろうと思うことだけをちょっと思い浮かべたんですね。そうすると3番目のね、全ての人に健康な生活をとあって、健康な生活を保障されないよねっていう原子力で、6番目、安全な水が供給されない。安全な水を供給するのが非常に重要。ここで書いてる安全な水っていうのはね、多分例えば日本のようにきれいな水があるわけじゃなくて、それでアフリカとか向こうの方でね、水がなくて困ってると、そういうことに対して水を供給することが人権、非常に重要なんだということを言ってるんですね。それはその通りでしょ。ですけど日本でじゃあ地下水の汚染はどうなるんですか。放射性物質の汚染が今回はね、実は海の方に大量に流れた福島の場合ね、で、汚染水もプラントからの海のところ、ここに限定されてるんですよ、今ね、比較的。ですけど、広い意味でもし放射性物質が地下水、例えば、井戸水とかそういうものに入ってくると、当然安全な水っていうのはなくなるわけでしょ。そういうことがあることなのにね、ここに書いてある書いてないにかかわらず、安全な水を供給するということは放射性物質を大量にまくこととは矛盾してますと言っておしまい。それからクリーンなエネルギーとして本当にクリーンですかっていうことが、クリーンとはとても言えない。非
被爆労働と事故の被害の不平等性を考えると、労働における不平等性という人間の不平等性をそのまま固定化することになる。それから住まいです、ね、安心して住む住居ということを住み続けることを保障する維持するということから言うと、福島で何人が追われたんですか。生きる場を失ってるんですよ。そんなことをね、平気でね、この住み続ける権利さで、ね、潰しておいてね、平気でこういうことをね、エネルギーがどうかって、そんなレベルのものを言ってるわけですよ。そうするとね、私はこの SDGs の位置づけは、まあそんなには、まあ、いろんな考え方あるにしろ、そのこういう責任、作る、あるいは使う責任という見方とか、海の安全、それから海の豊かさ、陸の豊かさ、全部ダメでしょ。こうするとね、これ私ね、結構遠慮して書いたんです。ここに書いたのは。一応関連がありそう。もっとちゃんと考えるとあるかもしれない。まあ、少なくともこれだけあるなってことを並べたつもりなんですね。そうすると、やっぱり、なんていうんですかね、発電における CO2 の排出量とかね、こういうことを言ってるけども、日常的な放射性物質の汚染と核のゴミの無期限な管理、そして大規模な原子力事故の危険性のデメリットを帳消しにできるものは、本当存在しないというふうに本当に思います。ですから私たちはエネルギーとして取り出す、原子力を取り出すこと、エネルギーと取り出すことを放棄する権利があるし、原子力の恐怖と不安から解放される権利があると私は思います。でその権利は決して他の人たちに強制されない、ギリした人間の人格権を強制する。なんか最近ね、弁護士さんとちょっと話すことが多いけど、ついついかっこいい言葉違ったりすいませんとかでこれはまあ、ね、SDGs の目標で、ね、こう見ていくとそういうことをこういうふうに書き出すと切りがないですけど、まあ、今言ったことが書いてあるとね、なるわけですよ。当然そうなると思うんですね。で、まあ、そう考えていくと、原発の歴史は、まあ、切り替えてみると、先ほど言いましたように、1950年代から実用化されて、その軽水炉が発達して、緊急炉心冷却系の話とか、格納容器ですね、特に格納容器 の圧力抑制機能って言って、圧力抑制プールってありますね、あそこの問題とか、非常にこれ、ものすごく難しい問題をやってきてるんですよ、歴史的に。やってきて解決したと思ったんだけど、実は解決してないというのが今の実際です。福島でもこれ関係してるんですよね。あまり私に強調してませんけど、それから冷却財装置事故が起きても核燃料というものが設計条件以内に収まるということ、これを目指してやってきたんだけど、70年代ですね、その後に大量発展がとって、日本では日本独特にアメリカから導入したプラントを改良したんです。で、その時は何をやったか、実は安全性よりも経済性、経済的にいかに経済性が上がるかというと、いかに作りやすくするか。で、作りやすくするために、その中で人が動きやすいように格納容器を大きくしたり、そうしたんですね。だから、結果としては大きくしたこと自身は悪くはない。だけど、安全性のためにやってないから、ちょっと大きくしただけで、中途半端で全く、意味がないとは言えないけど、ほとんど意味がない。という状態ですね。で、安全性が出力あたりに見ると改良どころか悪くなったものもあります。新型のやつは格納容器をね、小さくしてるんですけど、実は原子炉の出力は、ね、1.5 倍になってるけど、格納容器の大きさは 1.2 倍になった、そういうような構造になっている。そうすると格納容器の能力だけから見たら、核保持庫に対する能力を見ると、この新型であれば普通は安全性が高まるって言いますけど、例えば ABWR という改良型、改良沸騰型の柏崎の67号とか浜岡5号機のような、ああいう ABWR とは最新鋭の沸騰水型のプラントは、今までの従来の沸騰水型福島の海域に比べて安全性が劣る。格納容器の安全性ですよ、格納容器の能力ということになりますね。そうするとシビアアクシデントを考えると、そういうことを考えて、もろもろまだ分かってないこと、ベントの話とかで言われます。で、フィルターをつけなかったんで、今度はフィルターをつけることにしましたけど、もともとフィルターベントなんていうのは、その核保持庫対策、1992年から94年頃に議論したときに、海外ではフィルターベントをつけてるのが分かっていて、だから電力会社にはフィルターベントの話も持っていってるんです、技術上ね。ですけど、それは結局はつけなかったの、電力会社の判断。で、それは電力会社だけじゃなくて、多分
経産省もそういう一緒に判断したと思うんですけど、それが非常にそのある面では今遅まきながらあの時つけたけで作っとけばよかったよね、でもまあ仕方がない今度はつけるようにしようとこうなってるわけですね。全部後追いできてるんです。怒ったからこうやる。だから弁当あるでしょ、弁当して、じゃあ格納容器弁当、フィルターちょっと置いといてよ、格納容器弁当、つまり格納容器が爆発しちゃいけないから弁当するガスを出すって言ったけど成功してないんですよ。成功したのは1、3号機はなんとか出したけど2号機は失敗してるんだ。格納容器弁当失敗してます。だから失敗して、もしかしたらその爆発してもおかしくなかったという状態になる。それと何かというと、このように昔ね、昔の核の過酷事故対策で、すでに92年でこの時の段階で、フィルターを抜きに、だけど耐圧ベルトをつけましたっていうけど、実はそのつけた耐圧ベルトが、まあ、ちゃんと機能してなかったというのがこの事故で分かったんです。だからその対策を今やろうとしてて、その時に、あ、フィルターもつけてこなかったね、まずかったねって今議論してつけようとしたんです。ですから私から見ると、その解説策に全くなっていない、福島の事故を見ると。今日はちょっと話に、ね、飛びますからやりますけど、安全性から言うと、まあ、弁当する時の仕組みとかいろいろ考えると、あの決してうまい設計にはなってないっていうのが私 の、 あの感じです。ですから2021年現在新規制基準で渋谷支店対策の義務化してるけれども、それはあの形の上であって本当になっていないんじゃないかってことを危惧してるんですね。でこれ資源エネルギー庁のポイントで、あの、まあ、ずっと続きますからとやりますよね。水素爆発から放射性物質の対抗室で対策、ここが詰まってきますけどね。で、ちょっと話を飛んで、モンジのところをちょっとあの説明させてください。モンジの事故が何だったかっていうのもちょっと大事なんで、これモンジってこの、こう原子があって、ナトリウムがこう、一次系があって、二次系のナトリウムがあって、ここで、あの蒸気に回してタービンを回すんですね。で、この時にここの一次系のこのナトリウムのところで、配管が破断して漏れたんです。どういうことかっていうと、配管の直径がだいたい40、これ半径だから内径でいくとそうですね、40、いや40センチくらいですね、40、50センチくらいの配管があって、それの中に、長さだいたい20センチくらい、180だから、まあ、150か15センチくらいのその温度計、これあのごめんなさい、分かりにくいですね、こう丸くなってて、ここが流体が流れる配管の中です。左肩が。これ丸くなってますね、こうなってます。で、右肩は壁です、あの、遮蔽ですね。で、保温材です。で、ここの、これを、こっちからこう流れがあって、その流れの中に、この温度計を差し込んで、この温度計に鞘がついて、ここで温度をこう計測して、今、流体の温度が何か、こうやってるわけです。で、その時に、ここが、流体が流れて、振動して、ここが切れたんです。これちょっと分かりにくいんじゃないですか。流れがね、こう流れがある方向からこう来ると、こう交互に渦ができるんですね。それでこれあの普通はカルバン渦といって交互に出る、別々に出る。そうすると交互にこういうふうに渦が上がってですね、こういうふうに揺すられるんですね。でこれカルバン渦、こういうことが起こるんです。でこれがあの一般的によくある形なんで、これだと思ったら実は蓋もずっとってこういう形で漏れたん で、 でそれを、まああのまあ、こういう配管の中に流れの中にこういう細い管を出したってことにしないと問題なんです。で普通はこんなのは漏れたからって水だったら問題ないんですけど、ナトリウムだから問題だという感じですね。で、まあ、あとこれはあの、まあ、あの EPR とか他 の、ね、あの安全性の問題なん で、 で他にこういろんなものがあります。例えばあの海上にこういうことを作るんだとか、こういう案とか、で洋上空港になるんだ、こういうことを使ってメガフロートを使って作るんだとか、こういうことも言ってます。ですけど一番問題はですね、私の今思ってるのは、これ小倉さんと話してる相当心配になったんだけど、もう人材がいません。これ現場と技術者と両方で経験者がいない。技術ってのは経験がないといけないから、そうするともう十何年止まってるでしょ。10年止まってるでしょ。柏崎でも、じゃあ聞いていくと、運転した経験のある人ってやると半分くらいしかない。で、特にその中で経験のある人ってのは限定されるわけでしょ。そうするとね、あのこれからどんどん減っていくわけですから、そうするとこの単に頭の中じゃないですから、だけじゃないですから、そうすると経験の少ない人に
原発の運転を頼るということが本当に心配です。しかもですね、どう聞いてると経営陣も実は今東電の場合原子力ほとんどいないそうですね。というのはちょっとある面じゃ怖いんです。だってわからない、原子力の怖さはわからない人たちが経営陣で、ね、技術陣からこれなんとかしてほしいって、あ、こんなのは君らだって特別扱いできないって今度やられるわけでしょ。今まで特別扱いしてきたとかあるんですけどっていう逆の面もあって、でしかもそれに運転する経験がない、つまり原子力はもうこのままだと、小倉さんとこのままだったら小倉さん曰く原子力は大丈夫だよ、このまま衰退するしかないからなぜかというと運転できないから、しろって言われてもできないんだから、いやおっしゃる通りだと思ってる。ただ心配なのは勘違いしてるやつによく送って、いやなんとかやれって、それによって逆に事故を起こすとかね、そしたらの心配。どうもありがとうございました。先生講義ありがとうございます。このガス炉は非常に私は不審に思っているもので、発電用には温度差が大きければ熱機関の効率が上がるのは当然ですが、これは発電用にはおそらく使えないと思います。それで、原発の生き残りとしていくつか業界が生き残り策を考えているのは、一つがクリーンな水素作界って言ってるんですけど、それを原発で作ると安くて大量に供給できるって、また電気と同じことを言う。そしてこの950度の超高温のガスが、まあ、仮にうまく発生できたとして、どうやって水素を作るのかっていうのを調べました。昔は方法で水を電気分解するとプラズマになって水素と酸素ができるから両方取れるっていう嘘のような話を聞いて、私調べたんですけど、プラズマは温度が下がるとまた再結合するんですね、と水になってしまいます。でその後調べたところ、ヨウ素と硫酸を使って2つのループを使うと酸素と水素が別々なループでできるそうです。で多分そのためにこれを使うんだ、その存在価値があるんだと言いたいんだと思うんですが、非常に問題があって、400度のループなら既存技術で多分できて水素が作れるんですけど、900度のループで酸素を作っても、酸素ってまあロケットの燃料にするような場合は除いて空気中に 20% あって、そこら中にあって冷やせば手に入るんですよ。まあ水素は冷やしても手に入りませんけど、そしてそのループの中で硫酸とヨウ素を使うんです。ヨウ素とか塩素は光に当たるだけで爆発的な反応を起こして物を燃やすのって、酸素だけじゃなくて塩素とかこういったものでも燃やせるんですよ。光化学反応が起きる。そうすると900度のガスを当ててステンレス鋼とか銅合金が腐食しないっていうことが防げるんですよ。その放射化したパイプとかタンクを一体誰がどうやって交換するんですか。エロージョンとかコロージョンというのは圧力が高い、温度が高い、液体に接していて二層界面だったりすると急速に進むんですよ。それから今日初めて二重配管になっていて温度差があるっていうのを伺いますけど、温度差があるものっていうのは伸びたり縮んだりすると、普通はオメガ型の伸縮吸収機構とか蛇腹型のものを使わなきゃいけないんです。ちょっとそこは弱くなって、まあ地震にはひょっとしたら柔らかくて強くなるかもしれませんけど、そういうところのがどうやって技術的に開発されたか全然発表がありません。それからモジュール炉というのは1900、あ、これ私の体験ですけど、71年か3年ぐらいに日本語に訳されたサイエンティフィックアメリカンで発表されました。100機ぐらいの小型炉をまとめればどれも熱暴走しないから大丈夫って僕考えたんです。100機の間にパイプラインがありますよね。そのパイプラインが全部大丈夫かっていうのはどこにも書いてなかったんで、新国日本では多分ダメで、1機壊れて放射能が出た時にそこに誰も近づけないってこと、2機目が壊れても誰も近づけないと結局100機行くんじゃないんですか、福島みたいに。だから設計思想に間違いがあると思います。それからアメリカがそれも輸出するって考えたんですけど、それより先にロシア、今ソ連がやったんですよ。3年前に
船に乗せて35メガワットの原子炉がソ連の衛星国に2個乗せたものが到着して、なんかツンドラで発電するそうです。で、人にやら外国人にやられないように兵士が防護しているそうです。で、もう輸出始まってるんです。で、安全性については分かりません。あの先生、その高温の腐食についての安全性についても少し教えていただければ幸いです。どうもありがとうございます。私、材料の方のね、まあ、どんなレベルになったっていうのは、商品があまり詳しくないので、わかりません。で、ただ、一般的に言えるところは、その、今のさっきの高温の状態で、どういう反応を起こすとか、それから劣化するとか、当然それは材料データが必要なので、徹底的にそれをやるわけですね。それで、本来は開発されたっていうことは、その温度に対するものがちゃんとあって、これでできたという実証して始めています。ただし、今、仕組み、システムのその、水素をそれからどういうふうにやるかといろんな考え方があるので、そこのところにちょっと議論があるとは思うんですね。そこは私も あるとは思うんですけど、少なくとも言えることは、そのわざわざ水素をなぜやるかって、結局中間ですよね。その CO2 を出さないためには水素は燃やしても CO2 も出ないってだけの話であって、そのためにまたそういうね、エネルギーを投入して、そのために高温ガスを出すんですけど、なんていうんですか、全体本体を通して熱の収支とそれエネルギーの収支全体を見て、そのいいっていうのは使わなくてもいいんですけど、そういうことはちょっと抜きにいきなりそういう話になっているっていうのが引っかかるんですね。で、ただし、それはなぜ言ってたか、先ほどおっしゃっている、私の昔からその鉄鋼でなんとか化学工場でとか、そんな議論があるんですよ、もともとね。で、それは何かっていうと、ソ連がもともと、その、原発をエネルギー、熱供給度、熱をこう、温水とか、あれを出すために使ってきたわけですね。日本はやってない。で、そういうふうに考えると、熱を使っているそんな不思議な話じゃないんで、それ自身がね。ただ、今更かよと私は思ったんですね、そういうことを考えるんですね。そういうふうに思います。今のちょっとお答えになってたのかありました。ただ今の情報は私も初めて勉強になりました。ありがとうございます。はい、とても若々しい熱のあるお話ぶりをいただきまして、元気づけられました。ありがとうございました。担当者のわざわざ水道橋まで出てきた甲斐があったと思います。で、一番私が聞きたかったお話を実は今の方がほぼおっしゃって、高温と水素の関係だったんです。 ですから、まあ、ちょっと私の方からはもう一つちょっと素人っぽい話で申し訳ないんですが、福島の事故があってからの後の日本で原子力もなお原発もなおかつやるというのはもうエネルギー問題ではないと私は思ったんですね。もうよく言えば安全保障、悪く言えばと本音は潜在的な核兵器保有の可能性維持、で今日の紹介あと、まあ軽水炉以外のね、高温ガス炉とか、まあ、古くからあるものではありますが、一応スライドにありました新原子力というふうにまとめて言うと、ようなシステムでプルトニウムが、生成されないような仕組みというのがあるんです。それからその軽水炉と同じように、最終的にはプルトニウムができるようなものなんでしょうか。そうですね、プルトニウムの問題は説明しませんでしたが、上流炎炉というのは一部プルトニウムを生み出さないために使われる提案されている現象があって、で上流炎炉というのは一番その人気があって、その今の反というか脱原発派の人の中にも上流炎炉ならいいという人たちもいます。で、それを唱えている私のよく結構親しい人の中にもいます。もう私はちょっと反対なんですけどね。それでもやっぱり原子力に使った方が間違っていけないと思います。トリウム、それがそういう学会まであって、そういう主張をしている時があります。ただそれはですから一つ部分になると思うんですね。全てそうなんですけど、こちら例えばあるその高温ガスだと、そうです、高温によって効率が良くなるけど他がこうだとか、で圧力が低いからいいって言うけど高温だからどうだって、そういう何か全問答じゃないけど、いろいろ
これ当たり前なんです、技術の話ですから当たり前なんです、こういうことがあったらこうだねってことがあって、そういうことがそのきちんとそれが全部実装するってことの難しさの方が私はちょっと問題だと思って、ちゃんと実装することってすごく難しいことだと思ってるので、その思いつきでこうだっていうのは最初はいいけども、それで証明するまでにものすごく長い時間とあるわけで、だから、まあ、極端なこと言うと今の現状とは置いといて、将来の人たちのためにもしかしたら生きるかもしれないから研究してくれると、ああそうですかどうぞと、そういう意味でやるならいいというか、そういう考え方しかできないんじゃないかというふうに私は思うんです。即何かを狙ってやるっていうのは今の段階では、まあ、有効ではないというか、そういうふうに言っています。だから研究を全て否定するまでは言いませんけども、でも研究のあり方は相当考えると思います。すいません、なんとか講演やあれでお目にかかったんですか。先ほどね、ロシアの例出たんですけど、その懸念としては、まあ、西側言論の自由な国々で仮にですよ、まあ、反対運動が実を結んで研究ストップしたとしても、心配なのはこう専制的な国々、まあ、ロシアとか中国、それからあるいは、まあ、途上国ね、トルコとかインドがやっぱり技術的に、まあ、やっぱりあと北朝鮮も含めてね、やっぱりこのままやっていくんじゃないかという懸念が一つあって、まあ、それが一つで、もう一つはその今実際に原子炉で動いている潜水艦とか空母っているじゃないですか。あれは一体どういう原子炉を使ってるんだろうかっていうのは、まあ、簡単に触れていただければっていうのは二つ目で、すいません、あと三つ目、ごめんなさいね、アメリカの NASA がもうすでに宇宙、要するに火星行く計画とか立ててるじゃないですか。あの中で原子炉を積んだ宇宙ロケットっていうのはもうなんか秒読みっていうか、なんかもう計画として当たり前のにやろうとしてるっていうのがあって、これに対する反対運動をいかにっていう話で以上です。そうですね、そうですね、今の安全保障の問題としてはですね、安全保障というのは大事だというのは私も当然だと思いますけど、安全保障って何のために誰のためにどういうことをやるかということまで本質的に戻らないと議論にならないと思ってまして、だから何かというと、例えばですね、それで小倉さんの時ね、私が原発並べて自衛戦争できないって言ったんですけど、そもそもその原発っていうものを持っている政府から見たら、相手を核武装させるようなもんなんだから、ね、つまりその戦争あるいはそういう安全保障上問題が起こるような世界で原発なんかやれるはずないよって言ってるんですね。でその上でじゃあ、核兵器というものは何かっていう時に、そこはですね、核兵器って、私の理解はその核兵器というよりも軍事技術というものの持っている性格が本質的な性格として相手よりより強くっていうのが目的ですから、どんどん増幅しているに決まってるわけですよ。もうその世界に入ったらおしまいだと思って思うべきだと思います。だからそうじゃなくて、その力によって私たちが自分たちを維持しようっていうやり方はやめろということを声を大にして言わないとダメで、どんなに綺麗事言っても相手が北朝鮮にいるとか何とか言ったら、そんなものの言い方はおかしい、無理だと。なぜかっていうと、世の中にいろんな人間いるわけだって、向こうから見たら逆の見方もできちゃうわけですよ。そうすると少なくとも共通理解として、そうやって相手を征服したり力ずくで制圧することはしない、核の力で脅すことはしないっていうことを約束することが最低限の共有、安全保障なわけですね。でそこに目指すべきであって、その他のところは私は笑って蹴飛ばすべきだと思って、まあ、宇宙に、ね、どうぞどうぞ、どっか行ってボーンって失敗して核に行っても、まあ、宇宙だから比較的被害が少ないからいいとかね、そういうふうな笑い話に近いというふうに思ってます。あと原潜とかなんとかちょっと別ですね、あれはやっぱり事故起こすとやばいんですけど、結構こちらのものを起こしてますからね、あれね。いや、お答えになってますけど、なんかあれは沸騰水型です。火化水型です。だからウェスティングハウスが開発して、もともと発電炉の前に船に乗せてるわけですから、ね、
でそれで開発していって、その時にその、特徴はその水面がないことね。原子炉に沸騰水型水面があるでしょ。だから揺れちゃうんで、水面が揺れちゃったら船に乗せられないんですよ。だから沸騰水型の方が平和的なんです。変なとこ頑張ってね。軍事転用がしにくいのは沸騰水型でって。あと一人ぐらいいらっしゃいますか。いない。ちょっと私から、はい、先ほどの高温ガス炉でですね、制御棒が入らないときに熱暴走しても自動的になんか静まってくれるというのがありましたけど、あれは私はちょっとよく分かんなかったんですね。あれね、私もちゃんと理解して言ってないところがあって、その核的に止められなかったときにどうするかっていう中にね、その方法として放散とか、要するにその核、その核反応を抑えるための方法、大体放散を使うので、そういうものを供給するわけですね。で、例えばね、ただね、そこはどういうことかって言うとね、そこはちょっとどういう状態でいってるかによってだいぶ違ってくるのか分かんないんですけど、例えば私の理解してる範囲だと、その例えば制御棒というものの機能と加圧水型沸騰水型の放散水注入系というのがあって、放散水を水の中に入れるわけですと、放散が中に入るとずっと核反応が収まってくるんです。だから制御棒を入れるのに失敗した時には放散水注入系でガバーッと水を入れて核反応を抑えるんですよ。そういう設計になってるの今も。だから安全ですって言ってるんですよ。で、私はある裁判でそうは言えるのって、どのくらい時間考えてるのって話をしてる。それは何かっていうと、放散水注入系ってのは大体加圧水型の場合だと30分かかる。入れ始めてから機能するまで30分かかる。教科書にそう書いてあるんですよ。私見落としててね、この前閉まったと思ったんで、あ、ここに書いてあるんだと思って。で、それを見たら、つまり何かっていうと、制御棒は瞬時でしょ。だけど放散水を入れるってことは全体に流れる、炉の中が全部ね、放散が入んないとダメなんだから、そう聞くまで相当時間かかるってことなんですよ。ということは、それまでに事故が全く起こらなければ OK。 それは黙ってて、ああよかった、収まる。だけどなんかそこにドーンと配管放と起こった途端にもうどうしようもなくなるわけですよ、という関係ね。そうするとその仕組み、例えば今の高温ガスの時にどういう仕組みとなって、その ECCS に相当するのとか全部細かく見てからって分かんないので、その原理のところにね、でそこが書き方で見てると、文言だけ見るとそれがちゃんと機能しないことがあるというふうに私はちょっと思ったんで、そこが問題なのかなというふうに思ったんです。ただそれがすごく重要かどうかっていうところまでは分かりました。すいません。まだいっぱい聞きたいことあると思いますが、今日はこれで終わりたいと思います。後藤さん、どうもありがとうございました。